やってまいりました、恒例のですね、タイヤインプレでございます。はい、はい、で今回はですね、ここ日光サーキットにやってきまして、6銘柄のですねタイヤの方を、インプレッションしていきたいと思います。ネオバ出たからね。出ましたね、うん、ちょっと期待の、はい、はい、で今回はですね、大井さんにインプレしていただきながら、僕はですね助手席で、それぞれのタイヤの違いをですね、感じていきたいと思います。そして、はい、今日ですね、木下光弘選手に来ていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、吉田選手じゃないんだよ、はい、タイヤ選手じゃない、うん、そう今日は今のところ選手じゃない、はい、あそうですよね、うん、この学校からして今日は着替えないでくれと言われたんで、はいはい、俺の仕事がなくなるからね、はい一応木下選手はタイヤ開発のプロフェッショナルとして、はい、タイヤの摩耗が、を見たりとか、うん、から形を見て、このタイヤはこうだとかこう使った方がいいとかね、大井選手ちょっと言ってることと違うよとかねあんまり言わないようにしてもらいながら、タイヤの方向性をそのより生かすためのセッティングとかね、はい、そういうところを見て、はい、摩耗を、こういう摩耗してるからこういうふうに使った方がより車は良くなるとか、はい、ドライビングがもっと楽になるとかっていうところを、追求したいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテスト車はインプレッサー STI ですね。これはレブの取材で使ってるやつだよね。はい、そうです。この車ですね、連載規格で使っている GRB のインプレッサーなんですけれども、今回のインプレではノーマル車じゃなくてですね、うん、足回りと、シート交換されてるですね、はい、チューニングカーでやってみたいなと思っております。ノーマルカーじゃ今までね3回ともノーマルカーだからね、はい、そうですね。今回は新たな、はい、挑戦と皆さんの使い方に最も一番近い状態。そうですね、うん、はい。で何が変わってんだっけ。はい、まず足回りがですね、クアンタムのクワドラが、ついております、うん、で、ホイールの方はですね今回、高性の K1 レーシング TS バージョン、はい、QJ のインセット、38で全部統一してます。であとはそうですね、サーキット走るのに、まあ、やっぱり横地かかるんでシートの方ですね、これも、ブリッドの新作のシートですね。これいいんだよな。はい、リクライニングタイプの、だけどフルバケに性能はフルバケという感じですね。はい、はい、ガイアス2と、ストラディア2ですね。はい、はい、助手席はちょっと楽ちん仕事。あとはブレーキの方ですね、アクレのシンタード S でですねサーキット対応のブレーキパッドに交換してあります。サーキット1日走っても全然問題ないですね、はいはい、という仕様で、レフはノーマル。はい。で、それで DCCD がついてますけども、基本は、オートのまんまで、走らせる予定です。まずは車と、ノーマルタイヤを履いた状態で車のチェック。はい、この車は乗るの初めてだからね。はい、初めてだから。うん。で、あとは、日光サーキットにも、少なくとも5年ぐらいは来てないっていうことが判明したので、はい、でも日光サーキットあれなんですよね、コースが改修されて路面がすごく良くなってるんですよ。俺知ってんのここの縁石めちゃくちゃ高かったりとかさ、はい、そういう時代だから5年どころじゃないのかもしれないんだけど、はい、あとコース幅広がったよね。あだから、ね、はい、でランオフも綺麗になってるし、はい、うん、今までは飛び出したらもう下回りとかエアロとかどうなっちゃうか知らねえぞって感じだったけど、結構危険な感じだったんですか。すごく整備されて路面も良くて、いいコースになりました、はい、なんか走りがいのあるコースですね。そうだね、はい、ちょっと驚いて、はい、でまあ、これ純正のタイヤなんですけれど、はい、純正はブリヂストンの RE050A ですよね。はい、はい、空気圧なんですけど、うん、ごめんなさい、今日は、冷感2キロでスタートさせるってことですね。そうだね、基本は、はい、フロントが 2.3 のリア、はい、1.9 っていうのが、はい、設定空気圧なんだけど、はい、そこをまあとりあえず前後2キロでその上がり方の違いとかそういうのを分かりやすくしましょうと、はい、で、DCCD は、はい、オートの関係で、はい、結構フロント逃げるね今のところで、
今みたいにブレーキかけていくとすごい穏やかにテールが出てきて、はい、走りやすいよ結構。じゃあ車とタイヤの特性からして、まあ、扱いやすいよね。そう、うん、だから足のセッティングもすごい乗りやすい、はいはい。タイヤがなんかすごいこう変わってきたなっていうのが思いますね。595RSR ですね、はいはい、フェデラルといえばドリフトなんだけどね。そうですね、ドリフトユーザーすごい、うんうん、私も使ってます、ね、はい、でもこれは、はい、滑りじゃなくて、はい、ハイグリップ志向で、本格的に頑張ってきたタイヤだと、はい、そうですね。前の 595RS から、うん、3年目で、まあ、モデルチェンジしたタイヤ、うん、それで R がついたんですけど、これでもさ、うん、なんか、うん、これまだタイヤあとちょっと溝まだ切ってないんですけどみたいな、はい、途中で持ってきちゃいましたみたいな感じなんだけど結構戦闘的なパターンですよね。こういうタイヤは、うん、一つのブロックがでかいじゃないですか、はいはい、なんでその割とそのコンパウンドをそのコーナリングで使うときにタイヤを使うときにパターンが大きい分だけそのコンパウンドの剛性、うん、タイヤの一つのブロックの剛性をより強くさせるために縦溝をあえて減らして、はいはい、その斜め溝にしてブロックを大きくしてるんですよね。なるほどね、うん、で排水性もちゃんと、これかなり幅は広いもんね。そうですね、うん、一つのパターンが大きいんですね、はい、そうするとブレーキングとかそのコーナリングパフォーマンスは出しやすい。うん、うん、なるほど。他にはこのパターンから見えるものっていうのはパターンとか、そうですね、このプロファイルは割とそのフラットに近い、そのスクエアプロファイルって言うんですけど、ここら辺ですね、そう丸くない、うん、こういうタイヤっていうのは接地感がいい、うん、うん、だからブレーキングとかトラクションに有効ですよね、はいはい、うん、でもこの辺はすごい丸みがある感じがするんだけど、うん、その辺そのショルダーが丸いタイヤっていうのは、うん、その路面がそのうねってたりとか、うん、そのワンダリング性能だとかね、はい、その輪立ちでハンドル取られやすいとかっていうのを、うん、そのリカバーするために少しラウンドになってるんですけど、影響されにくいということですね。されにくいですね、はい、という意味でこういうパターンが考えられたと、はい、だからより高荷重域でのグリップを有効に使うためにこのパターンになったって感じですよね、うん、なるほど、うん、あとねここにタイヤサイズが書いてあるから、はい、積んであるときに探すのが楽って。ああ、なるほどね。あとね、ここにね、すごい細かいものいっぱい書いてあるんだよね。で、それで、なんだっけ、適正リムサイズまで書いてあるんですね。これ驚きだよね。なかなか、なんでそこまでしてくれるのって感じあるけど。カタログを見なくてもタイヤを買えばわかると。はい、じゃあこのタイヤテストしてみたいと思います。はい、行ってみましょう。フェデラル、はい、595RSR ですね。はい、はい、行ってみましょう。このタイヤ最初だからノーマルから乗り換えて、はい、おなんかスポーツラジアが入ったなっていう感じはあるね。乗り心地でもね、はい、やっぱステアリングにもいやてか振動はやっぱり路面を拾うよね、はい、ああなんか結構シャープにピッと動くね。そうですね、純正のタイヤだとあなんかちょっと柔らかいなーみたいなのを横でも感じてたんですけど、まあそれはマイルドでね、はい、乗りやすいっていうのもある。いやすごいシャープ。それはもうハンドル切り出した時にピッと、ピッと動くっていうね、はい、
本当だ、なんかちゃんとステアリングの台にこうついていってますね。タイヤの鳴きの質が、音の鳴きですね、鳴きの質がちょっと低くなったのは分かると思うんですけど、あとその音、タイヤが鳴いてるなって思ってもすぐそのタイヤの鳴きが収まる、早くその鳴きが消える、グリップの回復が早いってことですね。だからグリップ感っていうのは音からも感じ取ることができると思いますね。滑り出してからの粘りもあるね、はい。なんかそうバシッとした感じがあって、はい、でもだん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 タイヤが温まってきて、はい、ちょっと大高くのところが頼りなくなってきた感じは若干あるな。なんか見た感じリアの安定感も非常にある感じがあります。ただ大井さんはもしかしたらステアリングレスポンスが、もう少し欲しいなっていうインフォメーションがあるかもしれないですけどね。最初のうちのはこの間ほら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 、そうですね、ちょっと外に逃げがすごい多くなってきた、はい。最終の手前のそのケツがこう出てきた時とか、あのね、最初の方はね、はい、この辺がすごいしっかりしてたんだけど、そうですね、クッと入っていったんですよね。高速コーナーが最初のうちとか全然良かったな、はい。内圧低い方がいいのかな。あのね、まずね出てって、まあ、乗り心地的にはね、はい、スポーツラジオに変えたんだなっていうのが、うん、そのピットロードも出てくときに、うん、バネレット上がったっていう感じがして、それでその後に最初にの、インパクトがあったのは、うん、この小高くピッと切ったときにもうすげえ反応いいじゃんっていうのがすごいあって、それで2周、そうですね、2周目ちょっと緩めに走って、はい、2周目からアタックかけて、その時にやっぱりね、高速コーナーとかね、すごいいいんだわ。この切り始めからっていうところですごい綺麗に正確にシャープに動いて、でこれ気持ちいいなと思ったんだけど、後半がね、だん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 そこがなくなってきちゃうんだよ。ああ、このでもタイヤもう一見こう見た時にコンパウンドのその領域っていうのが、うん、非常にそのソフト系なんのかなっていうのが感じ、はいはい、見てわかるんですけど、普通のタイヤっぽくないとか、そうそう、レーシングスリックに近いようなあ、もうリアでも普通リアってこういう溶け方しないよね、しないよね、もっとリアは何でもなかったって感じだもんね、うん、それが溶けた表面になってて、あ、うん、まあ、フロントは当然その少し滑って走ってるんで、うん、その溶けた表面が取れてしまってるんですけど、はいはい、もうこういうそのパターンのこの端っこの部分がゴムが溶けて少しこうよれ、そう、溜まってきてる、寄っていっちゃって、寄ってる感じの摩耗の仕方もしてるんで、はい、うん、そういったところでそのゴムのその領域が非常にソフト系でブロック剛性がを高くしてるっていうタイヤなんで、予想通りかなっていうのはあるんですけど、
その大井さんがベストタイムが出たのが2周目なんですけど、うん、その時のエアプレッシャーと、うんうん、そのコンパウンドのグリップの、はい、レベルがちょうど良かったじゃないかなって今話を聞いてて思ったんですけど、それ以降に行くとエアプレッシャーが 2.7 になってしまって、2キロでスタートしたのが 2.7 まで上がって、合成タイヤの全体の合成が上がって、なおかつグリップも落ちてきたところにダブルパンチで、ラップタイムが落ちていく、フィーリングが落ちていくっていうところなんで、まあそういったところでそのエアプレッシャーを 再度調整すればまた回復するんだろうなっていう。でもずっとそのラップをしてっても割と大きくドライビングの差が変わってしまうような感じではなかった、うん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 、そうだからね、狙ったところにはちゃんと行けるんだよ、うんうん、ちゃんとあの少しもちろん走り方が変えなきゃいけないんだけど、うん、なるほど、結構評価高いです、うん、プロクセス R1R です。はい、これはサイズ違うんだね。そうですね、これだけサイズが245-40-18になります、うん、はい、はい、でこのパターンも、やっぱり縦溝がないんですが、そう、極力縦溝を減らして、うん、そのコーナリンググリップっていうのを意識したデザインになってますよね、うん、幅もこれもう絶壁だもんね、骨そうね、ここから見て結構角が立ってる、ね、うん、このタイヤは、まあ、できるだけ接地面を増やす、うん、形状になってて、はい、このショルダーの部分もできるだけなだらかに、うんうん、落として、うん、ラウンドを少し和らげてスクエア傾向に持ってってるタイヤですね、うん、こういうタイヤって割とそのエッジっていうんですかね、うん、エッジが効くタイヤなんですね、うん、やっぱりなだらかにこう台形にこうこういう形状に全部なってる、はい、うん、そのパターンだと、うん、ブロックだと合成はまあ確保できるんですけど、うん、例えばウェットグリップだったりとかした時にエッジが有効に効いてくるんですよ ね、はいはい、ウェットだと、うん、だから排水、そう、排水性っていうよりもそのウェットグリップ、はい、ウェットでの引っかかり、うん、ブレーキングとか、はい、トラクションとか、うん、ハンドリングとかの水たまりない状態の濡れた路面の、そう、そういったところで威力を発揮するんですね、はい、うん、こういうそのエッジを効かした、うん、じゃあここが落ちちゃうとダメだけどね、そう、落ちないように、うん、まあ、使いこなせるのが一番このタイヤいいんじゃないかなって思いますね、うん、なるほどね、うん、でもブロック小さいんだよね、うん、小さいですね、ブロック一個一個が小さいですよね、うん、こういったところもやっぱりそのブロックが小さいってことは、うん、その穏やかなコントロール性、うん、要するにブロックが大きいっていうことはスリックタイヤにいかにもう近づけたいっていうイメージで作ってるんですけど、細かいブロックになればなるほど滑ってる時のコントロールはしやすい、なるほど、うん、ゆっくり滑ってくれるとか、うんうんうん、ブレーキングもロック、いきなりロックするんじゃなくてロックしてるかなしてないかなっていうインフォメーションがその領域を結構使える幅広いであると、うん、だからどんな車にもどんなドライビングスタイルにも割とこうマッチする方向性なんじゃないかなと思います。行ってみましょう。はい、はい、さあ R1R です。 R1R あれなんですよね、この日光サーキットもうさ出たばっかのさ、はい、もうさ石拾ってさ、ね、跳ね上げてるっていうのがさすが R1R。 え、で何、日光サーキットのあのサーキット走ってる人たちは R1R 履いてる人結構多いですよ。なんかねグリップしてるぜって感じがね来るよ、はい、こっから入ってっちゃおうな。このねグリップにねあんまり過信してっちゃダメなんだよな、はい、なんかでもグイグイ曲がっていくような感じがします、ね、うん、確かに安心感は強いね。やっぱ安心感が強いっていうのもきちんとグリップしてるっていうのが分かりやすい、うん、
来週も行けますね。この辺がなんか、なんかね、そのシャープではないんだよね。ブロックが小さいんで、今の R1R は。なんで、こう、入ってくるときに、どうしても、高荷重になって、そこからステアリングをグッて切り出したときに、横に滑ってるんですよね。その横にスライドしてしまう、そのフィーリングを、ダンパーだったり、スプリングだったり、それからアライメントだったりとかして、をセッティングして、カバーできれば、あのタイヤの美味しいところを使えるんじゃないかなと思います。操作をするときにちょっと曖昧な部分が多いだろうな。結構タイヤが潰れてるように見えますね。だからこのタイヤは、もっとエアプレッシャーを高くして使いこなせれば、使えばよりいい方向に行くんじゃないかなって思います。すごいマイルドでいいよね。じゃあスライドした時のコントロール性もやりやすい。だってすごい穏やかじゃん、滑るスピードが変わんないっていうかさ、はい、来ました。いかんねこのタイヤは。いかんというのはそれは多いじゃん。あのね、教育上良くない。はい。とてもマイルドに、さっきね、この雰囲気からしてこうだねって言ったマイルドで、うん、グリップが高くてっていうことで、本当に運転しやすいっていうかね。滑り出しも穏やかだし。怖くないんだよね。うん、だからみんなこのサーキットタイムアタックにこのタイヤを選ぶ理由ってのはよくわかるんだけど、上手い人が使うのはいいけど、下手なうちからこれを使いすぎると運転が上手くならない。じゃあ僕みたいなやつが履くとついついタイヤに倒れちゃうっていう。まあ切れば切っただけ入っていくし、そう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 、ブレーキもロックしにくいし、うん、そのリアの低荷重になってもリアの滑り出しも穏やかだから。そうそうそう、さっきちょっとオーバーめにボーンってやったけど、うん、ガーっていって、あ、ちょっと思ったより麦変わったなって思ったけど、そっからもう全然コントロール性は悪くないもんね。助手席乗っててもなんか安心感があるんですね、うんうん、まあ外から見ててもそうだったんですけど、うんうん、ターンインからグワッて入って高荷重入ってった時に、うんうんうん、その一つ一つのブロックが小さいことによって、はい、そのいい部分はコントロール性の良かった部分、うんうんうん、だけど高荷重でいざステアリングをブレーキしながらスッて線を切った時に、うん、横に一回滑ってから内側に入るような、ああったでしょ、話聞いてたね。そこが、そうなんだからね、言ったんだよね、ギューってからプッていく時に、なんか一回滑ってから抜けてから入るっていう、うんうん、それが表面で一回滑ってからタイヤ全体のケースがグーってストロークして初めてそこでレスポンスして内側に入ってくれる、うーんっていう動きが出てる、まあ表面をしてるんかなって、うん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 、一回滑っちゃってるところがあるんで、でそれがここに現れてる。そうですね。まあそれを生かすにはエアプレッシャーだったりとか、うん、このタイヤを生かすために、うん、ダンパーの減衰力をチューニングしてあげたりとかすれば、うんうん、まあこの辺はカバーできてくると。なるほどね。これは例えばもっとこのタイヤをうまく使えるセッティングとかいうと、うん、どういう方向になるんですか、ね、まあ、傍から見たところのインフォメーションだと、うんうんうん、まあ、感じだと、うん、もう少しキャンバーをつけて、うん、タイヤのセンター寄りから内側をもう少し使えるようにして、あとはもうアウトサイドのそのショルダーの部分をもう少し使わないように
なるほど。できれば、うん、よりこの体を生かすことができるかなと思います、はい、ということで、あんまりあのこのタイヤで初心者は練習しないようにそんなこと言っていいのか。ディレッツァスポーツ Z1 スタースペックです、はいはい、このタイヤはこのかっこいいですね。この辺とか、うん、あとこことか凝ってるね、うん、凝ってるね。期待もいっぱいあるんだけどね、うん、まずこのセンター付近のこの溝 の、 このギザギザ、はい、これは放熱効果もあると。なるほど、うん、あとその水 の、 その排水性にも関係あるんですね。排水性も関係あるのこれ。関係ありますね。であとそのこう面取ってあるじゃないですか、はいはい、カッターでこう削いだような、うんうんうん、その角がエッジがない、はい、ここもそうですけど、うんうん、コーナリング中に一番最初に傷んでしまうのって、うん、こういうところなんですよね。うーん、こういうところがだんだんその削れてハンドルを切ることによってタイヤをグリ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 っていじめることによってここがみんな摩耗しちゃう。だったら最初から綺麗に面を取っといた方が摩耗の進行の仕方が穏やかに済むと。なるほど、うん、あとこれはこの細いのってさすぐなくなるじゃん。あ、はい、なくなりますね、うん、この細い溝は多分ですよ、うん、これは僕よくわかんないんですけど、タイヤのその摩耗形態を、うん、その安定させるためにやってるんじゃないかなって思います。でやっぱりその、うん、初期の摩耗が大切だっていうことで、はいはい、うん、最初だけあればいいそうそうそうっつう話なんです。このタイヤってそのパターンに細かいところに気を配ってデザインされてるタイヤなんで、うん、なるほど、これが摩耗がどういう風に摩耗してるか見てみたいですよね。はい、行きます、はい、さあ Z1 スタースペック。スタースペックですね。Z1 っていう名前は一緒だけどスタースペックって星がついただけで、うん、かなり変わった。まあ、このタイヤもね、まあ、去年もテストして、はい、すごいいい評価をしたんだけど、はい、最近そうですね、ポッと乗った感じさ、やっぱりシャープ、はい、シャープっていうかね、シャープであり素直であり、はい、あとなんか僕横で感じるちょっと静かだなっていう、意外と。ああ、それはね、はい、スタースペックになってから、はい、よりなんか乗り心地とかしなやかになって、はい、音も変わったかもね。おお、しっかり回ってくれ。もうちょっと曲がってほしいって時にすごい答えてくれる。ブレーキ余った。うん、なんかしっかり感がありますね、うんうん、でこのまま滑りが多くなっちゃうのかなって時にそのままこらえていくね。ブレーキもすごい止まる。ああいうクッとハンドル切った時に車の方がスッと変わってくれます、うんうんうん、フロント の、 アウト側の端のかかってるタイヤが負けてない感じがするよね。まだまだ仕事できるぞみたいなね。今見た感じだとこのコーナーでブレーキングしながらさらにステアリングを切り足すタイヤにかかる負担が一番多いところなんですけど、そこでステアリングアングルが普通だと切り足して切り足して切り足してって入るところで
行かなきゃいけないんですけど、このタイヤの多分ブロック剛性とそれからコンパウンド自体のゴムの剛性が高いんで、切り出さなくても旋回してってくれる。だからコーナー自体もちょっとちっちゃく曲がれるんですよね。外にずーっと大きくはらんでくんじゃなくて、コーナーをちっちゃくコンパクトに走れる、そういう風に見えます。まだいけるって感じだな。そうですね、なんか安定してずっとラップこうしてますね、うん。アウトに膨らむと思ったところでそのまま家入っていっちゃいました。難しい。スタースペックですけど、はい、これは乗りやすかったよ、ね、なんか制動もいいし、うんからあとその 1,2 コーナーとかギューッと入ってくるところは、例えばノーマルタイヤだったらここまで入っていったらもっとハーッていっちゃいそうなところでギューッと収まっていって、で滑らした時もこの辺まで飛んでくだろうなと思ったら、あもう止まっちゃいましたって縁石乗り越えちゃいましたみたいな状態で見てても、うん、全体にそのコーナーの中から外にかけても、うん、アプローチから外にかけてもコンパクトに曲がってるんですよね。でアングルもそんなステアリングアングルも切り立つことなく小さく曲がってるから、うんうんうん、割と外から見ると楽そうに乗ってる、うん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 、だからといって妙にお尻が滑って向き変わってるっていうことでもないんでね、うん、だからすごいグリップの変化が入り口から出口までずっとなくて、だからその2コーナー立ち上がってから3、4コーナーにビューッと旋回加速していく時もフロント抜けないし、でもすごい低荷重になっているところから、プッてブレーキングしてあーってインにつけないことがありがちなコーナーなんだけど、そこで外さない、ホールドしてると、うん、あ僕はさっき外から見てて、うん、コンパウンド自体の、うんそのグリップレベルっていうのはそんなに高くないんじゃないかなっていう感じはあったんですけど、そのタイヤ自体のケースのストロークがすごく多く見えたんですよ。それはダメじゃなくてタイヤのコンパウンドのグリップが低い分、もうその要するに長持ちさせるためにフィーリングを長持ちさせるためにコンパウンドはしっかりさせて、なるほど、ケースをストロークさせることによって大井さんが言ったようにその低荷重のグリップを安定させてる、うんうんうん、そういうチューニングをしてるんじゃないかなって外から見てて思ったんですよ。なるほど、はい、コメントもしてきましたけど、うんうん、そういうそのチューニングを施されてるタイヤなんじゃないかなっていうのがありました。それと、まあ、摩耗もね、うん、今すごい、そうこれがリアに どっちが前って言ってたもんね。これリアかフロントか分かんないぐらい摩耗が綺麗、うんうん、なるほど、顔が変わんないってことはドライビングスタイルもいつも一緒ってことですよね、うんうんうん、そう横に乗っててもなんか、うんうん、あ忙しくないタイヤだなっていう、うんうん、そういう印象がありましたね。でもこの中で言うとその外回りの高速コーナーの2個目の出口、うんうんはい、ストレートに出るところでもうちょっとフロントを効いててほしいなっていう感覚だけあったな、それは、うんうんうん、その辺はやっぱりその全体 の、うん、そのコンパウンドグリップのレベルが少し薄いんじゃないかなっていうところがデメリットとして出てて、だったらじゃあ例えばリアのスプリングを 0.5 キロ上げるとか、そういうことによってそのフロントの荷重の逃げを荷重をコントロールしてあげると、あとエアプレッシャーを少しフロント高かった分ちょっと少なめにするとか、リアをちょっと高めにするとかで姿勢の変化をタイヤでもカバーできれば治るのかもしれない、ね、まあ、変化的にそうだ、最初のうちはそんな気にならなくて、うん、後半も全然その高荷重ギューンってところも
4コーナーに行くところもずっとフィーリング変わらなくて、でも高速コーナーだけもなんかもうちょっとだなっていう感じだったのはそういうところなのね。で今までだとすぐダンパーとかさ車高ちょっと変えた方がいいのかなっていうふうにしたけど、でも他のコーナー悪くねえんだよなっていう時にちょっと空気圧で、その時ってどのぐらい変える？まあその上がってる時の内圧にもよるんですけど、例えばこれが今2キロからスタートして、そうですね、2.6 がフロントの左、はい、一番働いてるタイヤが 2.6 上がってるんで、まあせいぜいコンマ0.15、0.15、0.15、から、1キロ、0.1 キロ、落とせば、まあ傾向は0.05から1じゃなくて0.1、0.05から0.1、あんまり大きく動かしちゃいけない、そのぐらい、まあ落とせばそのタイヤのストロークをもう少し有効に使えるんじゃないか。勉強になりました。さあネオバです、はい、アドバンネオバ AD08 ですね、注目のタイヤがやってきました、はいはい、これなんかあの唐草模様っていう人もいるけど、なんかあのラーメンのどっぷりみたいなデザインなんですけどこれはどうなの？どうなんですかね、まあ見た感じ、前の AD07 と比べると、パターンがちょっと小さくなってる。あ、ブロックのね、みたいなね、アウトサイドとインサイドの、まあ非対称パターンなんですけど、ブロックがちょっとちっちゃくなってるってことは、これ非対称？あ、ごめんなさい、対象、はい、ごめんなさい、小さくなってるってことは、あの路面に対して馴染みやすい、要するにちっちゃいパターンでパターン全体が路面にくっついてた方が、ブロック剛性は高くなるじゃないかなって思うんですよ。一つのパターンが大きくて、路面に接触する部分が点で当たってたら、はいはい、結局大きくはないよ、大きくはないですね、でもこのちっちゃくなったっていう理由は多分そこにあるんじゃないかなと思います。はい、中にじゃあのメーカー側からのコメントもミクロレベルでなんか路面にこう張り付いているっていうらしい。よく読んでるね、はい、読んでないんですでこのタイヤもやっぱりそのこういったところでね、細かくその溝が入ってるんですけど、あの放熱効果とか、排水性とかいろいろその辺をチューニングしてあるし、あとまあ一見見ると単純なこうデザインでポンって作ったっていう風に見えるんですけど、こういう角ほんのり丸いじゃないですか。そうだよね、角ないよね、こういうほんのり丸いところも摩耗を安定させるためのあのデザインであったりとか、こういうそのほんのちょっとこう、これはね、別に作る時の生産工程上できているものではないんですよ。そう、型でできたわけじゃないんです、わざとやってる意味があるんですよ、意味があるんですよ。で、なんだっけ、ね、こう最初の摩耗を安定させるために、こういうその突起を出すことによって、最初の摩耗を安定させて摩耗を、よりいい状態で進行していくと、最初に悪い摩耗を与えてしまうと、その悪いところが余計どん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 進行していって、タイヤの形状を変えてしまうような摩耗形態になっちゃうんで、それを避けるために最初の摩耗を安定させるためにこういう、ユーザーとしてはね、こういうふうについたものが、これあっという間に消えちゃうじゃん、こっちの細い溝も消えちゃって、なんか性能悪くなっちゃったのかなみたいな心配ってあるじゃん、でもそれはあのもう十分に役目を果たして、そうなんです、であの生きているんだということですね、なんか俺言うことなくなっちゃったからさ、前で取っちゃうけどさあとはね、特徴はもう一つあるんですね、ネオバが大文字になりました、全部このぐらいかよ、俺が言うことはっていう、まああの乗ってみて考えましょうね、あとはね。さあネオバです。はい、 AD08 ですね。はい、はい、今日初めて乗んだ今、はい、ついにデリバリーも、されたということで、結構しなやかな
華やかで強靭なグリップっていう感じだね。またこのグリップの、はい、グリップレベルはもちろん高いんだけど、グリップの仕方の雰囲気って違うね、はい、四輪で、はい、じわっとグリップしてる感じだよね。あとはステアリング切ってても前に進んでいってるような、ああそうだね、はい、そういう感覚があります。旋回加速がすごくいい感じ、はい、あの踏んでってもグリップが抜けないんだよね、はい、今のところはすごいよく出てるね、はい、そうですね、回収のところですごくわかります、ね、外から見てるとステアリングのアングルが早く戻る、ブレーキをかけてターンインしてブレーキをリリースしたところのグリップが高い分だけ早くハンドルをまっすぐにできる、でアクセルオンができる、悪いタイヤっていうのはハンドルを切ったままずっとリリースしてもブレーキをリリースしてもまだハンドル切ってる状態、なかなかハンドルがまっすぐならない。抜けない感じっていうのはすごい安心感につながるね。最終コーナーの立ち上がりもいいですね。あのこの摩耗を見ても分かるように結構コンパウンドが柔らかいと、うん、でもそのパターンとかその形をうまく作ってることによって、うん、もうこの縦も消えたよね。で、あの形が全く崩れてねえと、うん、っていう話は俺がしてもしょうがない。いやこれ見てね、うん、何がすごいかと思ったら、うん、フロントに履いてるかリアに履いてるか分かんないような摩耗なんですよ。そうだね、これもそうだね、はい、うん、っていうことは大井さんが走ってる中で、うん、フロントも使ってリアもしっかり使ってる、うん、俺がうまいってこと。そうそれだけイーブンに使えるタイヤなんですよね、はいはいはい、車は何も変えてないんですけど、うん、フロント 50% リア 50% を使った、うんうん、その状態でサーキット走れるっていうことは、うん、タイヤの縦のストロークの量と、うん、リアのタイヤのストロークの量がすごくこう計算されて、うん、グリップの両立グリップとタイヤのストロークをうまく使ってるためにリアの荷重も抜けにくくて、リアのストロークもしっかり使えててっていうのがこれのすごいところだなって、一見こうそういう風に見える。なるほど。で顔も変わってないっていうのがちょっとまあ驚きだし、フィーリングとしてはあの強烈なあのバシッとした感じっていうのはそんなにない、そんなにないんだけど、あので、例えばちょっと滑り出すぐらい、ここから先踏んでってもこらえてくれるかな、アウト足りるかな、どうなのかな、あ全然問題なかったみたいなね、そのバシッとしたのはないんだけど、常にグリップ安定してて、でマイルドなあのレスポンスを示すし、だから旋回加速でも旋回精度でも、狙ったラインから結果的に外れてないやん、っていう雰囲気だった。このタイヤはだから見てると修正打も非常に少なかった、うん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 、それからその縦と縦 の, そのトラクションブレーキトラクションっていうのがはっきり目で見て、うん、あ今アクセル踏んで前に進んだっていうそのトラクションの感じが見てで分かる、うん、ちゃんとしてるんだなっていうのを思いましたね。
あとは僕横に乗って思ったのが、ステアリングを切ってそのまま、旋回加速ですよね、うんうん、っていうのがすごく分かりやすくなる、抜けないんだよね、逃げないんだよね、そう、だから僕もさっきコメントした時に、はい、ブレーキをリリースしていつまでもハンドル切ってないんですよ、うんうん、ブレーキリリースした時にはハンドルが戻る方向に行ってるんで、うんうん、アクセルがすぐ踏める、あっていう、しかもそれがちゃんと加速になる、加速につながってる、トラクションにつながってるんですよ、うん、だからこういうタイヤってそのリアもしっかり使えてるし、うん、タイヤだけでこれだけ違う、そのリアもしっかり使える、うん、っていうことはストロークもちゃんとさせながらする想像以上に少ないストロークの中でリニアなストロークを作ってるタイヤなんで、多分こういうタイヤっていうのはそのサスペンションのセッティングも楽だし、うんうん、ドライバーもあんまり選ばないじゃないかなっていうのは、ね、朝一も結構これコンパウンド柔らかいよねとかさ、うん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 、パターンが小さくなったよねっていう話をすると、うんうんうん、なんかあのもっとやっぱり攻めちゃうとこれすぐにそうだなみたいなさ、うんうん、ぐにゃぐにゃしたりとかね、うんうん、あんだけど全然それが取り越し苦労でしたね、うん、それがやっぱりその小さくしたことの理由がやっぱりそのいかにこのパターンを路面に全域に設置させるかっていうのはあると思いますね、うん、きちりとタイヤが仕事をしてくれてるっていうことですね、うん、そうですね、グーでした、はい、イーグル RS スポーツです。これもまたあの、まあ、センターグルーブは大きいんだけど、うん、S タイヤチックな、ね、そうですね、パターンだよね、はい、戦闘的ですよね、うん、まあ、ウェット性能も、うん、まあ、このパターンの S タイヤチックなところをカバーするための、あ、やっちゃった、でもここでもここはしようかみたいな、はい、まずアウトサイドとインサイドは本当にブロック剛性が高い、あ、もうブロックが一個ずつじゃなくて、うん、もう全部つながってる、うん、そうだよね、そう、区切られてないんです、ね、うん、そう、だからそれだけここからここまで通ってるあ のがないですね、ないもんね、はい、もね、うん、それだけ剛性が高い、はい、うん、一つの、まあ、ブロック体が強いってことですね、うん、ってことは高荷重でのグリップ力は非常に強いんじゃないかなと、はい、形状的には形状的にはスクエアとは言えない、うん、まあ、平らとは言えないんで、うん、まあ、その辺はその丸くなラウンドになればなるほどそのシャープなハンドリングじゃなくて、うんうん、穏やかなフィーリングになるんで、はい、あの低荷重の逆に言うとまた低荷重の荷重が抜けた時のグリップ保持力はラウンドタイプの方があるんで、うん、こういうその S タイヤチックスリックタイヤチックなパターンの場合は、うんうん、少しラウンドにした方が、うん、その低荷重のグリップ保持力がいい、あ、その辺を考えて、うん、形を作ってあるでしょうと、うん、でしょうという感じですね。じゃあ早速行ってみましょう。RS スポーツですね。はい。はい。これは去年もテストしてるんだけど、はい、ちょっとあれなんだよね。去年はこのタイヤだけタイヤサイズがワンサイズでかくて、そうですね。はい。もともとリムがちょっと 7.5J の細めを選んで、ノーマルと一緒のリムにしようって言って、細めを選んだところで、太いタイヤを履いちゃったんで、はい。ちょっとかわいそうな部分もあった。まあ今回は適正、やってみましょうということで。戦闘的なパターンでも走ったらどうなのかっていうところも楽しみです、うん、その剛性が高い分低荷重の
リアのそのターンインでの荷重が抜けた時のリアの接地が薄くなった時に滑り出しが早いっていうのが見受けられるんですけど、それを利用して大井さんは走ってるんで、あのそれもまあ武器になるかなと思いますね。ハンドルグッて切った時はどうなんですか。踏み始めのところ、はい、アクセルの踏み始めのところをちょっと丁寧にしてあげないとプッと抜ける傾向があるのかな。トラクションが、はい、そういう意味じゃ強烈だからっていう話なのかもしれないんだけど、クリップ付近での、正確さっていうかコントロール性っていうのがもうちょっと出てくるといいんだけどな。そのついたり離れたり、はい、微妙な荷重の変化によって、はい、あのラインの、はい、変化がちょっと大きいかなっていう。でも構わず踏んでっても結構構わず入ってあの進んでいくんだよね、はい、やっぱりさっき言ってたその縦が、うん、打楽を当てすぎず、はい、丁寧に走っていくと生きるって感じ。タイヤの性能を生かすためにしっかりちょっとドライブを見せやらないといけないって感じですね。これね、順を追って喋っていくとね、このタイヤは結構そのタイヤ冷えてるうち周回の浅いうちのリアの、スライドっていうのが、まあ、スライドっていうかフッと出てっちゃうっていうのが結構あった、はい、で、まあ、中にはねトラコンをまだ切ってない車っていうのもあったんだけど、もしか同じ状態でそれだったらトラコンがババーって効いちゃってっていう話だから、まあその評価にはなると思うんだけど、ちょっとそういうところがありましたね。で前回1年前にこのタイヤもすでにテストをしてるんですけど、その時と随分フィーリングが違ったんだけど、はい、前回は 7.5J の18インチのホイール入ってたんですよね、同じ235に。で今回 9J に入ってると。で 7.5 の時はそのセンター付近がいまいちなくて、なんか丸っこいタイヤだなっていうイメージが、今度はセンター付近すごいシャープ、そんなシャープじゃないんだけど、高速コーナーとか回ってる時にすごいパシッとしたグリップがあって、で安心感もある、うんうん、でも、打楽を増やしてった時にスリップアングルが大きくなった時に、そんなに最後まで粘ってはくれない、うん、飛んでっちゃうわけじゃないんだけど、そこは明確に落ちるっていう、まあそういう意味じゃその顔もSタイヤっぽいけど、そのフィーリング、その性能っていうのも特性っていうのもそういうことなのかなと思ったんですけど、見てる感じだと最初やっぱり大井さんがドライビングしてた時の最初のフィーリングっていうのはリアの向きが変わりやすいっていうところが見受けられて、それをまあ武器にして、うん、走ってる感じもあったんですよ、うんうん、最初の頃、うん、で周回していくとそのリアも温まってきて、うん、リアの低荷重も安定してきたことによってフロントのグリップも少し落ちてきてる、はいはいはい、リアが上がったことによってフロントがちょっと落ちてる、うんうんうん、そういったところも内圧のそのコントロールとかで、うん、もしかしたら良くなる、はいはい、で今大井さんが話したみたいにリムが、うん、細い時はタイヤがこういう形状になってるんですね、うん、極端に言うと、うんうんうん、上がリムなんですけど、はいはい、今はこうリムが太いんで、うんうん、サイドウォールも引っ張られてる、はいはい、引っ張られてるんでコーナリングしようとした時はこういうサイドウォールのストロークをするんですけど、うんうん、もう最初からストロークしてる状態から入ろうとしてるんで、うんうん、このタイヤがたわむ量は少ないとこから入れるんで、うん、だから多分シャキッとしたようなフィーリングになったんじゃないかな、はい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 、だからホイールを選ぶときも、うん、そのタイヤの性質とか自分の好み、うん、ドライビングスタイルをもっとシャープにしたいっていうんだったら
リムを少し広げるとか、はいはい、うん、リアを少しもっと滑り出しをゆっくりにしたいっていうドライバーの人は逆にリムを少しリアだけ狭めるとかね、うん、なるほど、あ、リアだけね、そう、うん、FF とかよくありがちなセッティングなんですけど、そういう使い方もありかなと、うん、ビッツレースとかで随分人気が出してるけど、そうですね、ガンメイクレースですごく今装着率高いですね、うん、まあこれだけねしっかりした摩耗してれば安定感も高いのかな、うん、そうですね、うん、はい、プテンザ RE11 です、はい、このタイヤは独特だよね、独特、うん、うん、はい、非対称だし、はい、まずこの正面からこうやって見ると、うん、ここドーンと開いて、ドーンと開いて、ここにもあるぞっていうところでいくと、ね、ステルスパターンと言いながら完全に谷があるもんね。ありますね、うん、これ縦溝が主じゃないですか、うんうん、なんか見た感じ、うん、っていうことは、まあ、当然ウェット性能、はい、ハイプレ対策はちゃんとしてるんだろうな、うん、ハイプレすごい良かった、うん、あ、やっぱり、うん、その辺を意識して、うん、あとそのタイヤの形状が全体に丸い、はい、そうですね、丸いで、うん、あの路面のうねりとか、うん、その輪立ちとかに、うん、その取られない、ハンドルが取られないんで、はい、気にならしないでまっすぐ走る、はい、走れるタイヤ、うんうん、あとあれだよね、あの毛が生えてないんだよね、はい、そうなんですね、そうですね、普通タイヤの表面側にあるんですけども、うん、これここだって横に出てるんですよ、うん、ここだけなの？こういうのはもうそのタイヤ新品にお客さんが履き替えて、うん、さあショップから出ましょうって言った時にから、うん、タイヤの本来の性能が出やすくするために、うーん、こういうところも気を配って、うん、このプツプツ出たものを取り除いてるって感じですよね。なるほどね、うん、あれで随分違う、違いますね、乗り始めのそのノイズとかね、ーああ、でも2、30キロ走っちゃえばなくなるよね。そうですね、うん、はい、まあ細かいこだわりがあると。そうですね、あとはまあパターンも非対称なんですけれど、うん、形状ですね、これが、これも非対称形状っていう、アウトサイドとインサイドのプロファイルが違う、はい、そうなんです、うーん、それなんか F1 テクノロジーだとか言ってたよね、 GT とかもそういう、そうですね、うん、はい、やっぱ車ってその沈んでいくとキャンバー変化だったりとか、うんうん、アライメント変化するんで、うん、それに対応してるっていうことですよね、うん、多分、うん、さあ乗ってみましょう、はい、はい、R11 です、はい、行きましょう、なんかさ、ここの、はい、若干荒れてる路面がソフトだよね、うん、ちょっと柔らかい感じはします、ね、うんうん、しなやかに動いてる感じ、はい、あとやっぱりその非対称形状っていうのが実際にこう走った時に、まあ、例えば、ストレートだったりコーナリング、まあ、コーナリングでも低速コーナー高速コーナーあるんですけど、うんうん、それがどういう風にこう感じ方が変わってくるのかっていう、うん、抜けないよ、うん、本当ですね、うん、まあ、いい感じ、いい感じ、なんかリアもしっかりこう粘ってくれてるって感じですね、うんうん、安心感がある、はい、そう、やっぱり僕らみたいな素人だとこう走り始めた時にリアがフッと出るとやっぱそこからすごくやっぱ怖いんですよね、うん、あとね、はい、あの普段乗りも大きな問題なんだよね、はい、もちろんそのサーキットで高荷重、はい、高温で走ってる時の性能っていうのはもちろん重要なんだけど、はい、こういうラジアってハイテクじゃん、はい、そうですね、で普段タイヤ冷え切ってるじゃん当然、はい、その時におっと危ないとか言った時にポーンと飛んでいくタイヤっていうのは怖いよね、
今の大井さんのドライビングなんですけど、そのブレーキをかけ続けて入っていってそこでステアリングを当てても多分あ曲がらないなっていう判断があってそこでブレーキをすってリリースしたらフロントがクッて入ったんですよね。そういったところのそのタイヤの性質によって乗り方をちょっと今変えた感じが見受けられました。感じたのは、うん、そのお尻がふーって飛んでいくことがない、すごい後ろが安定してた。だからそこがすごい安心していけるんだなっていうところでもあったんだけど、あとね乗り心地、ここからピットロード出て、うん、コースに出るまでのところがあのしなやかだ、ちょっとソフトなフィーリング。それはなんで多分そのこの形状、うん、形状だったり縦溝が主だったりして、はい、その転がりとかが非常に穏やか。うん、そう、あとなんか助手席に乗って僕感じたらなんかタイヤが丸いなって、うん、あ転がってるなっていう、うん、ドーナツ、感じですね、はい、高速コーナーの2つっていうのがそのリア がグリップしてるからっていうこともあるのかもしれないんだけど、ステアリングフィールもちょっと曖昧になるし、グリップ力自体の前後バランスとしてもフロントがすごい足んない感じがしたんですよね、うんうんうん、タイヤが丸い分、うん、タイヤにかかってる場所場所にかかってる面圧っていうんですかね、うんうん、荷重がちっちゃいちっちゃいからその余計面圧が高い、高くなる、うん、高い分リアの安定感っていうのは出てる、ね、はいはいはい。だから高速コーナーで本当はタイヤの荷重は薄いんだけど、うんうん、軽い状態なんだけど面圧が高い分、うん、リアのグリップ感が出てる。なるほど。それを例えばなんかその空気圧とか調整して変えようと思うと、どういう方法に、うんうん、僕だったらフロントのエアプレッシャーを少し落としてあげることによってフロントの設置をもうちょっと大きく、うんうんうん、早く大きくしてあげる、はいはい、うん、そうすれば高速コーナーでフロントにかかってる荷重が少ない領域でも、うんうん、ちょっとフロントのストロークを確保した状態で入っていけるんで、うん、なるほど、いいんじゃないかなと思います。逆にそのエアを落としちゃうと、うん、その低荷重の時はいいっていうのは、うん、まあ今聞いてもわかるんだけど、うん、はい、1,2 コーナーみたいな、ね、ギュッっていう時に逆に潰れちゃってダメにならないのっていう、そういう時にタイヤのその摩耗形態を見て、うん、例えばそのキャンパーを少しつけてあげるとか、はい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 、そういうそのセッティング幅、ね、あとは要はそれは足回りのセッティングでも全く同じ、うん、だから同じ風に考えればいいという、そうですそうです、うん、ことなんですね、うん、僕ちょっと走ってるの見てて、うん、あの大井さんに聞きたかったんですけど、うんうん、あの最大グリップって他のタイヤよりもちょっと低めじゃないですか、うん、でもその、そうだね、うんうん、低めなんだけど持続性がある、うんうん、そういうタイヤなんですけど、うんうん、だと思うんですけど、うんうん、逆にこういうタイヤってサスペンション固めすぎちゃうと、うん、あのデメリットが出やすいかなって僕は思って、割とそのノーマルに近いサスペンションセッティングだったら、うんうん、どんなサーキット行っても十分走れちゃう、うん、逆にその
あんまりサスペンションガチガチにしなくても使えるようなタイヤなんじゃないかなっていうのを聞きたかったんですよね、乗ったフィーリングで。うんうんうん、そんな感じ。あ、そうですか。ってことは結構万能型なタイヤってことですかね。だから 01R 履いてて、で 01R って結構キュッて潰してキュッていくのがいけたじゃん。でそれに対して、同じ車でこれに乗ってをつけちゃうと、はい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 、あっていうのは あっても当たり前っていう感じなんだね。そういうことなんですね、うん、そこまで考えてなかったんですけどはいはい、うん、というわけで、まあ、タイヤそれぞれでセッティングは変えていかなきゃいけないよ、うん、ということですね。はいはい、はい、6銘柄ですね、全てのタイヤ乗ってみました、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。随分紐傾いてきたしね。そうですねそれぞれのキャラが、はい、すごい分かりやすく出たんじゃないのかなと、うんうん、はい、思います。そうですね。で僕なんかも実際自分でいろんなタイヤ運転してみるとそれはそれで分かるんですけど、うん、ついついやっぱり一生懸命走っちゃうんで、うん、冷静にこのタイヤがどんなタイヤなんだろうっていうのをなかなか判断できないんですけれど、うん、こういうふうに例えば今日みたいに大石さんの助手席に乗ると、うん、そのあ今ステアリングの打角がこれぐらいだ、うん、脱出のスピードがこれぐらいだ、うん、あタイヤのスキル音がとかいろんなことをですね、うん、横で学ぶことができたんで、うん、すごい勉強になりました。そうですね、はい、タイヤによっても全部そのグリップレベルも違ったりとか、うん、その開発コンセプトが違うからその使うシチュエーションによってすごい良かったりとか悪かったりとかするんで、うん、そういったところを理解して、うん、その俺はサーキットを本当に真剣にラジアルでタイム出すんだっていう人はやっぱりタイムが出やすいタイヤを選ぶべきだし、うん、でやっぱりもう僕はストリートが 90% でサーキットはたまに楽しめればいいやっていう部分だったらそのグリップはそこそこで長持ちして楽に走れるタイヤを選んでもらいたいし、うん、はい、今回そういう意味でそのいろんなタイヤをテストできたっていうのは非常に良かったと思いますね、うん、はい、すごい全部言われちゃいました、はい、でも本当ね、いろんな、走りの、映像と、うん、からコメントと、うん、データをいろいろ冷静に分析して、はい、自分の乗り方自分の車使い方にはどれが合ってるのかっていうのをね、うん、よく考えて選んでみてもらいたいと思います。はい、はい、次はセッティングです。はい、セッティングで、タイヤをもっともっと有効に使おうじゃないかと、はい、というところで、木下選手にやってもらいたいんですが、はいはい、何する？エアプレッシャーですね。はいはい、エアプレッシャーによってタイヤをいかに上手に使うかと、はい、そういったところをやってみたいと思います。わかりました、ね、まあ、僕なんかタイヤのエアいつも測ってるんですけど、うんうん、測ったところでこれが果たしていいのかどうなのかっていう、うんうん、ちょっと分かんないんで、うんうん、そういうところやっぱりすごい知りたいなと、うん、はい、じゃあとりあえずもう最新ネオバを今装着してありますんで、はい、それでセッティング術行ってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは具体的にどうやって、うん、空気圧を決めていくのかっていうのをやっていただきたいと思います。はい。そうですね。タイヤってやっぱりそのタイヤの強さ、うん、構造っていうのはエアプレッシャーによってもその影響する部分なので、はい、エアプレッシャーでタイヤのレスポンスだったり、うん、ステアリングレスポンスだったり、タイヤの一番おいしいところをやっぱり有効に使わなければいけないので。はい、エアプレッシャーをコントロールしてやってみたいです、はい、で、何周かして走って一番グリップのいい時にのエアプレッシャーに合わせて、まずはセッティングしてみましょう。はい、はい、お願いします。はい、まずは冷感、前後とも 2.0 からスタートさせてみたいと思います。はい、はい、AD08、 はい、2009年の2月から、発売スタートいたしました。一番新しいタイヤですね、うん、おそらくサーキット走ってる、ユーザーさんとかでは一番やっぱ気になってるタイヤじゃないかなと思うんですけども。そうですね、はい、まずはちょっとタイヤのフィーリングもこう確認していただく意味での走行からスタートします。思ったより縦のこのストロークが強い感じがします。その
縦のストロークっていうのは、うん、例えばそのステアリングのインフォメーションとかそういったものでもやっぱり感じ取ることができるんですか。そうですね、あとそのブレーキングしてフロントの沈み込みの感じとか、はい、そのステアリング切った時の、はい、タイヤのターミ量とか、はい、グッてこう切り出した時に、はい、タイヤが沈み込んでからレスポンスするのか、はい、それともその沈み込むと同時にステアリングレスポンスを手応えで感じるのか、はい、じゃあ単純にそのハンドル切ったから曲がったどうだっていうんじゃなくてその手前の部分で、うん、感じ取ることができる。そうですね。あとは先ほど木下さん、タイヤのまあ美味しいところを、出すためにって言われてたんですけど、うん、その美味しいところっていうのは、うん、実際にはどうやって感じ取ればいいんですか。あの子今こうやって走ってて、はい、タイヤの一番グリップしてくるポイントっていうのがあって、はいはい、その例えばブレーキとかを踏んでて、はい、その一番制動力を感じ始めたところ、うん、あとステアリングレスポンスをすごく、はい、あこれでグリップが上がってきたなっていうポイントが一番最大限にやっぱグリップが上がってるところのポイントなんで、そのポイントになったところが一番空気圧がベスト、そのコンパウンドの、はい、あの温まりの、によってそのグリップが上がってきたポイントと、はい、タイヤの構造の剛性感が上がってきたところのポイントが両方一番マッチングしたところがグリップの一番最大限に使えるところなんで、じゃあその一番あグリップしてるなって感じた時に、うん、要はその時空気圧がいくらなのかっていう、そうそうそう、それは当然やっぱり車によっても、その車がどういうチューニングをしているかによっても違ってくる、ね、違ってくるね、車重によっても違ってくるし、はい、タイヤのスキーローンも高い音じゃなくて低い音でグワーってこうグリップ感が出てきてるんで、ギュ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 って感じの、はい、これでピットに入ってフロントの左だけエアプレッシャーをチェックしてもらって、そのエアプレッシャーで4輪合わせてみたいと思います。はい、分かりました。今左のフロントのタイヤのグリップが一番最大限に上がってきたポイントに感じたんで、今左のフロントだけ内圧をキープした状態で4輪左のフロントに合わせてもらいます。左フロントかかった、はい、2.1 です。 2.1、 はい、で 2.1 に4輪とも1回合わせて、はい、サイド走ってみたいと思います。でもここから、うん、今 2.1 でグリップいいなっていう状態から、はいはい、走らせるともうすでにタックに入るときにはもっと上がっちゃったりするみたいな。そうですね、そうですね。それは、うん、それはなんていうんですかね。それを見越してちょっと上がってきた瞬間に今帰ってきちゃった。なるほどなるほど。ええ、うん。だからそれ以上走ることは今しなかったので、あ今上がってきたよって途中に上がってきたんで入りますって今入ってきた。なるほど。はい。なんでちょうどアタックする週に、うん、2.1 付近にいられるような。なるほど。状態に今入ってきた。はい。でタイヤのスキーローンも一番こう切り出しても、うん、キューって滑るんじゃなくて、うん、ゴラーってこう食いつきながらスリップしてるんですよ、うん、なんかギュ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 って感じの、うん、キーじゃないんですよね、なんか音聞いてたら、うん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 、その領域に来たんで、じゃあ今がベストですって言ってすぐ入ってる。なるほど。では、はい、今4輪とも 2.1 に合わせます。はい、そうですね、はい、今木下さんが、一番グリップがいいなと思ったその左前のタイヤですね、これが空気圧 2.1 だったんで、他のタイヤは、それ以下の空気圧だったんで、はい、若干空気を、足して4輪 2.1 にしてみたということですね。はい、なんか初期のレスポンスっていうんですか、車の一番最初向きが変わるのが、はい、なんかちょっとさっきよりもいいような気がしました、うん、リアのプレッシャーが上がったことによって、はいはい、
リアのスタビリティが上がって、はい、リアの接地感も増えてるんで、はい、非常にその扱いやすくなってる、はい、でフロントのその接地が抜けにくいんで、はい、フロントのグリップの保持力が上がってるんですよ、はい、じゃあ4輪タイヤの条件も同じような条件でコンディションも同じように調整したっていうことですね、はい、これはグリップ上がってきましたね、はい、今ね。どう？あ、そうですね。さっきはなんか後ろがちょっと頼りない感じがしてたんですけど、いい今ちゃんと、はい、なんか前も仕事してくれてるし、なんか後ろもきちんと仕事してくれてるっていう感じがします。うん、ブレーキの制動力が一気に上がりましたね。お、最終の立ち上がりも、うん、これでもうちょっとフロントの接地感を増やすのと、はい、そのリアの、はい、そのスタビリティももうちょっと上げたい、はい、そういう雰囲気があるんで、はい、これで一回フロントのエアプレッシャーを少し落として、はい、フロントの接地感を上げて、はい、でなおかつフロントのコーナー立ち上がりでアクセル踏んだ時のフロントのアンダーステアをもう少し消えるのかどうか、うん、消えればもうちょっと良くなると思うので、はい、その辺をリアのエアプレッシャーを上げて、はい、フロントのエアプレッシャーを落として、はい、トライしてみたいと思いますね、はい、今四輪 2.1 キロに合わせて、うん、スタートしたんですけど、リアのスタビリティすごい上がってるし、フロントの回答性も良くなりました。で、次にやりたいことがまた起きました。それはコーナーアプローチの時にフロントの接地をもう少し安定させたい。で、リアのスタビリティが上がったので、もう少しリアのスタビリティを上げて、リアのタイヤの縦ストロークをもう少し抑えて、フロントの接地を安定させたい。コーナーの立ち上がりでフロントのグリップ感をもうちょっと安定させたいので、リアのエアプレッシャーをさらに 0.1 キロ上げて、ちょっと今回は大きく振ってみたいので、フロントの縦のストロークを少し多めにしたいので、低荷重の追従性も多くすることによって、接地性を上げたいので、フロントエアプレッシャーを 0.1 キロ落としたいです。次、それをちょっとトライしてみてですね、はい、さあ、これでフロントの方が内圧が上がりすぎることによっての、はい、フロントの張り、はい、を抑えるためにフロントを少し落としました、はい、でさらにリアのスタビリティを向上させるためにリアのエアプレッシャーを上げました、はい、そうすることによってフロントの荷重をその安定させる、はい、コーナーの立ち上がりでリアの沈み込みを抑えてフロントの接地感を増やすと、そういうセッティングにしてみたんですけど、はい、なんかインプレッサーってそういう傾向の方がなんか今ポンって乗った感じ、うん、そういう傾向が見受けられたんで、はい、じゃあ車のバランス的には、ちょっとオーバー気味っていう、そうですね、ちっちゃいコース、はい、コースなんで、はい、コーナーのレイアウトがやっぱり小さいんで、はい、そういう傾向の方が、はい、よりハンドルをこじらなくてもすんかな。じゃあ積極的にリアを、うん、使ってあげるセッティング、そうですね、はい、でフロントの接地を上げると、はい、確かにケツが今度出るようになってきましたね。でしょ、はい、お、すごいすごい、ハンドルを切ってる量がちょっと少ない、少なくなってますね、素直になった、はい、外周全然違いますね。あれ、はい、リアが沈んだことによって邪魔してたんですね、はい、
リリースも早いんですよ。全体にエアプレッシャーを、はい、落とすっていうのもやってみたいですね、はいはい、これ以上そのグリップ感が、はい、エアプレッシャーが上がったことによって、はい、出てくる気配がないんで、はい、ちょっとそのコンパウンドグリップに対して、はい、タイヤの構造が勝ち始めてるんですよ、はい、それはエアプレッシャーが上がったことによって、はい、タイヤの構造が強くなってしまって、はい、コンパウンドグリップを有効に使えていなくなってきてるんで、全体に 0.1 キロ前後落としてみて、はい、再度トライしてみたいですね、はい、非常にバランスは良くなりました。で今走ってみてアンダーオーバーの特性が非常に分かりやすくなって、今まで、非常にこうアンダー気味な車で走ってたんですけど、今度はオーバーを出そうと思えばオーバーが出るといった、特性になってます。で次にやりたいのが、今感じたのが、走れば走るほどエアプレッシャーが上がってくる、上がってきたことによってタイヤの構造が強くなってきて、グリップとのバランスがちょっとずれてきて、グリップは本来もっと上がってくるんだけど、タイヤのエアプレッシャーが上がったことによって、構造が硬くなりすぎてグリップが取れなくなってきてるんで、これで全体にコンマ1キロ前後とも落としてみて、最終的には一番いいんじゃないかと思うようなフィーリングになると思うんで、4輪とも 0.1 キロ落としたいです。はい、それではですね、先ほどの空気圧から、4輪とも 0.1 下げて、はい、走ってみます。はい、なんかねステアリングの重みを感じる、はい、おー、うん、それはよく空気圧が例えば 0.5 下がってたら、あれなんかハンドルが重いなってよく街乗りで感じることがあったりするんですけど、その感覚と同じような、似てますね、はいはい、でもハンドルが重いということはやっぱりそれだけタイヤも接地面、まあ、接地しやすくなってる、はい、っていうことですよね。あ、本当だ、今度はリアが出なくなる、なんか6コーナーから7コーナーすごいスムーズにペタッと回っていくような感じになります。そうそうそう。あ、で一番最初に、木下さんが今の状態で空気圧測ってって言ってた 2.1 キロのタイヤの取り除きになってきましたね、うん、なるほど、ステアリングインフォメーションもそうなんですけど、このタイヤのそのスキル音っていうのも4輪それぞれ聞き分けてみると、そうタイヤの美味しい、でもちゃんとついてくるようになりましたね、はい、そうですね、うん、今かなりこうブレーキもアクセルコントロールもラフに乗ってるんですけど、ちゃんとね抜けない、はい、グリップが抜けない、はい、ただ高速コーナーのところもしっかりグリップしますね、うん、前後とも。さっきはまだ高速コーナーのところでもあれなんかちょっとケツが若干出てるのかなっていうのを感じたんですけど、そうそうそう、ちょっとグリップが薄いみたいな、はい、今はグリップは感じながらの、はい、接地感ありながらの、はい、それでいてなおかつ、低速コーナーでもケツがヒュッと出るんじゃなくてリアもしっかりグリップしてくれる、コーナーの侵入もそうなんだよ、うん、非常にその、はい、全体にグリップレベルがこう上がってますよね、はい、
例えば、うん、その低速コーナーがこう多いところとか、うん、高速コーナーが多いコースとかいろいろあるじゃないですか、はい、そういったところもその空気圧をじゃあちょっとここは高速コーナーが多いところだから空気圧これぐらいに合わせてみようとか、うん、低速コーナーが多いところだから、うん、空気圧はちょっとこれぐらいに合わせてみようとか、うん、そんないろんなセッティングができるし楽しむことができるんですね。そうですね、やっぱりそのタイヤもサスペンションの一つで、はい、そのセッティングができるんで、はい、その縦の荷重移動だとかね、うん、そういったところが難しかったら、はい、じゃあ足のせいにするだけじゃなくて、はい、タイヤのエアプレッシャーによっても、はい、そのコントロールができるということで、はい、セッティングしてもらいたいですね。はい、はい、はい、行ってきました、はい、全体に 0.1 落として、車の接地感安定感というのが増えましたね。良くなりました、うん、で今までは切り足しのところでどうしても、タイヤのストロークがちょっと少なくてタイヤの一番惜しいなって思ったところが非常にピンポイントだったのに対してエアプレッシャーちょっと落としたことによってタイヤのストロークが出てきたことによって切り足しステアリングの切り足し感も増えてきて、変にステアリング切り足さなくても良くなった。でそういったところでそのグリップレベルが全体に上がったようなフィーリングになりました。なんで非常に懐の深い、ラフに車を扱っても、楽に、対処できるというような、グリップ感になりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。隣で分かった？びっくりしました。こんな僕でも分かっちゃいました。一番最初に、空気圧、冷感 2.0 からスタートさせて、うん、木下さんがあ今左の前が、グリップこう上がってきたと思うから、うん、その空気圧に合わせましょうということで、うん、2.1 に合わせて、うん、でそこからまたさらに、空気圧を、上げる方向にするのと、うん、下げる方向に、うん、あとやってみたんですけれども本当言ってる通りに、リアを積極的に使いたいからこの空気圧でいきましょうっていうとやっぱり小さいコーナーではきちんとリアが、スライドしてくれて向きがスイスイ変わるんですね、うん、でじゃあ次、きちんとグリップさせるように、空気圧を4に合わせてみましょうとなると、うん、高速コーナーとかでもペタッと張り付いて、うん、走ってくれるんです、うんうん、だからもう話聞いてるとさ、はい、もうまるっきりそのサスペンションセッティングで、うんちょっと車高変えようとか、うん車高バランス変えようとかそうそう、うん、バネレートじゃあちょっとリア高めにしようかとか言ってる話と全く同じだったね、うん、全く一緒なんですよ、うん、その辺 の, そのタイヤのストロークの使い方、はいうん、タイヤをいかにどうやってエアプレッシャーで使うかによって、うん、今までサスペンションで疑問に思ってた部分がエアプレッシャーで治ってしまう、はいはいはい、でコースに合わせて富士スピードウェイだとか例えば今回の、うんタイトコーナーの多い、はいニコサーキットだとかそういうところでもそのエアプレッシャーのコントロールによって車をより曲げるのか、うん、より安定させる方向に持っていくのかをコントロールできるんで、うん、ぜひやってみてもらいたいですね。じゃあ例えばそのサーキットが走るときに、うん、じゃあいつも僕は 2.5 だから常に 2.5 で走るっていうんじゃなくて、うん、あ今日はちょっとタイヤのセッティングをこう変えてみたいからので、うん、例えば前後 2.3合わせてみるとか、うん、そういったのもいろいろ試してみる、うん、でもね、大きく変えちゃうと分かんなくなっちゃうからそうですね、はい、で大きく変えて何も変わんなかったら、うん、よほど鈍いか、うん外れちゃってるところでそもそも使ってるかっていうところでね、そうそうそう、うん、だから一回基準に戻すっていうところも非常に重要で、うんうん、僕たちレースでも実際そうだし、はい、やっぱり分からなくなったら一回基準に戻して、うん、ゼロにでスタートしてみると、はいはいうん、そういったところも非常に重要なんでね。でもやっぱりタイヤの空気圧ってさ降りてすぐに測んなきゃいけないじゃん。そうそう。でもそういうことで言うと、うん、最近よくある、うん、あのタイヤのモニターあるじゃん、はい、そうですね、空気圧モニターっていうのはつけとくと、はい、そう参考になると思う、はい、一番あグリップが上がったって言った数字を覚えておけばいいですから、はいはいはい、で一番グリップが上がったところのタイヤを覚えておいて、うん、でその空気圧に一回合わせてみると、うん、そういった他が合ってないかとかも一発で、うん、分かりますから ね, ね、はいうん、で今もう合わせたらもう何周しても大きなそのエアプレッシャーのズレっていうのがないじゃないですか、はい、そうだね、うん、だからそういったところで合わせ込むと意外にタイヤってそうやってそのやったことによって症状も現れてバランスも変わってくるっていうところが今回できて本当にまた僕も改めて乗ってみてあやっぱり変わってくれてよかったなって思うしこれだけ変わるんだっていうのも実感できましたね。乗りたかったよ
タイヤのセッティングってもう重要ですね、うん、改めてちょっと感心しました。はい、そういうことでした。はい、バトルオブレブ新旧 Z 対決。今日は、レブの名物企画、バトルオブレブの中で、クラブマンレーサーたちが、33と34の Z どっちが速いのかというのを見極めようということで富士にやってまいりました。まあ、33もね、はい、中古車とか結構行われてきたからね。そうですね、これからどん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 走る車としてね、はい、注目されていく車ではないかと。はい、33の、チューニングカーと、34の、速攻出てきたチューニングカーどっちが、はい、魅力的かつ速いのかっていうのが見れると思います。はい、今回富士を走る3台を紹介しておこう。初期型の Z だけはロールバーが入っているなど若干派手には見えるが、3台とも足回り、コンピューター、排気系という基本チューンのみ。アミューズ号だけはまだエアロも GT ウィングも装着されていないため、高速コーナーや1コーナーのブレーキングなどの安定性、そしてストレート後半の伸びは辛いかもしれない。タイヤの違いにも注目だ。 Z マスターレースのトップを走る松岡選手と山田、 34Z との対決を前に緊張が隠せない。さあ、初期型対最終型、33対34、いよいよ勝負が始まる。さあ勝負だといっても、今回はスポーツ走行なのでランデブーしながら3台の性能差をチェックすることにした。 Z ファイターたちの走りがどの程度のものなのか、マシンのポテンシャルはどのぐらいなのか、ね、これで3、4がすごい勝負になると嬉しいですよね。走れる車がどんどん減ってきちゃってるからさ。よし、始まるぞ。同時にコースインした3台、ストレートに出たところで偶然並んでしまった。後ろには誰もいない。さあ、初期モード、はい、ということで突然加速勝負。よー、はい。まるで打ち合わせをしていたようにスタートを切った3台、加速が速いのはどれだ。フライングしちゃったよ。あー、あれ、おお、なんだよ、三味線かよ。太陽速い。V 級エンジンが結構頑張ったね。さあ、今度高速コーナーリングセクションはどうでしょうか。タイヤの差だな。さあ、この上りセクションです。
ちょろいですみんな。さあ次、さあここからは全開。なんだかスーパー GT のトップ争いみたいな3台、かっこいいぞ。さあスリップから出るのは誰だ。ああ速い、うわぴったり、どうしよう。松岡 Z が来た。どっこいだな。ちょごめんね。さあブレーキングショー、いったー。おお大丈夫か、止まれんのか。止まれないでしょあんた。来ちゃうよ。危ないね君たち、どうなってんだよ。二人で競合してるだろ。山田はかなりクロゼットお構いなしで入ってきました今。反則だらけ、場外乱闘間違いなしの展開となった新旧バトル。おっとオイがラインを変えたぞ。エアピン立ち上がりで失速した2台。さあアミューズ号が来るぞ。この人たちアウト側から行くの危なくてダメ。待てー、残るはコーナー2つとストレートのみ。アミューズ号はこの距離を詰めることができるのか。というところで松岡 Z が遅い車に引っかかってしまった。一気に差が詰まる2台。いや山田 Z もすぐ真後ろだ。バトルはコントロールラインまでの加速勝負になった。さあ前へ出れるか。スリップから出た。おしゃー、この人たち危険。Z ファイター危険です。ああいう風に行っちゃうとポンとかぶした時に当たりやすい。だからあんまりラインをね2台で変えないで入ってきましたね。ちょっとこの車ミッションデフクーラーついてないんで、もう離脱します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よっしゃ、対応早かったね。早かったですね。早かったですね。最初はね、あ、いけんじゃんみたいに思ってたんだけど、見る見る早くなってちゃってね。でもあの最初コースインしてついてた時だろ、はい、
あれ少し早くあの手前でシフトしてるよ。あ、そうなんですか。ちょっとああいうところでちゃんと油断させないとダメなんで。そういうね、あの芸歴長いですからね。いろいろやテクニックは持ってます。それでちょっと油断させとくと、あの別にそんなにっていう差でもなんかえっ。そうですね、ちょっとドライビングのリズムが狂うと俺はまんまと止まってる。確かにそういう話じゃないんだよ今日のはな。はい、そうなんですよ。そう、今日は、大きなテーマとしては、うん、Z が、うん、まあ、新型も出て、うん、どれが一番走りのベース車としていいのかというところで、うん、おじさんの感想はどんな感じですか。お金のある人だったらもう 3,4OK よとね、街中もあのいいだろうし、そうですね、うん、それで一番安いやつだろうな。これですね。そう、いやだからこの車がだって HR エンジン抜かれてたじゃん。そうちょっとねショックなそう。でもだからあの HR エンジンって上の方すごい気持ちいいんだけど、はい、意外とあのこのトルク型のエンジンがあのいい味を出してて、はい、それで結局変わんない、スリップ入ったらそうですね出れちゃうっていう、うん、あの差だったと、うん、だからあのと言いながら気持ちいいっていうのはすごい大切なことだから、うん、あのそれはそれはそれで価値として、はい、まあ一つキープで、でもあの一番今安くなってるベース車をみんな、はい、あのやっぱり280馬力やったらダメだろうみたいな全然、ね、思ってると実はそんなことなかったぞと、で結局ベストタイムはこれが1秒8、はい、これが2秒2、これ0秒4、0秒48、これもう実質シェイクダウンなんですよね。そうだね、筑波で、走らせて、はい、4秒7とかが出た、その時点でももう早いもんね。早いですね、1秒以上が違いますね、うんうん、だから 3,4 恐るべし。それまだ足がいやでもさ、ね、でも結局、ね、あのベースが安いっていうのはさすごい重要だから、はい、あの、うん、そこを大切に走っていった方がいいと思う。で まだまだね、あの上がりしろは、うん、あのもうちょっと突っ込まないように、はい、ミサイルやめて車載見ればミサイル分かりますっていう風にやっていけばまだ上がるだろうし、はい、だからなんか多分 Z マスターレースにこれ出てきても、強敵としてね、存在できるだろうし、うん、これ出てきちゃったら他の33の人たちやる気なくなっちゃうってこともないと思うし、うんうん、いいよ Z いいね、いいね、いいですね。セブンやっつけないと、やっつけないと気持ちいいですからね、うん、今日なんかまた神戸に私利私欲のために持ってってるらしいで、なんかコツ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 やってるみたいな待ってろつかぽんみたいな以上、以上です。おはようございます。今日はレブスピードの人気連載企画、はい、スポルトライツの取材で本庄サーキットに来てます。はい、で、もちろんスイフト王子も来てます。来てます、スイフト王子です。そして吉野めぐみです。よろしくお願いします。彼女は何でいるかっていうと、まあ、ほとんどね、99% 編集長の趣味だと。別に俺は嫌じゃなかったんですけど、はい、この3人でやっていきたいと思います、はい、やっていきます。はい、それで、今日集まったのはこの5台、はい、フィット、はい、スイフト、はい、デミオなんだっけこれ、あコルト、はい、でロードスター。いやちょっと待ってください、おじさん、はい、ここの4台は分かるんですよ、うん、でもロードスターってなんかちょっと違くないですか。なんでこれがね、はい、で、ライトっていうのは、まあ、英語で軽いっていう意味なんですけれども、キーワードが3つあります。まず、お値段がお手頃で、車が軽い、そして、車も軽いから、やっぱりチューニングパーツもお手軽にいろんなことができるというですね、そういったキーワードで、スポーツドライビングを、楽しみましょうというですね、こういった、僕らですねスポルトライツっていう企画でやってます。で、まあ、ただ単純にお手軽っていうだけじゃなくて、実はやっぱりこの、コンパクトカーをですね走らせるにはチューニングも奥深いし、ドラテクもすごく奥深いものがあるんで、今日はですね、大井さんにその辺をじっくりと、
検証してもらいたいと思いますんで、ノーマルカーと、チューニングカー合計8台本庄サーキットに持ってきました。ちょっと大井さん、はいはい、真面目にちょっと仕事をしましょう。あのね、ロードスターも変わったんだよ。これね、まだ出たばっかなのね。んー、この辺いい感じでしょ。ここですか。ここは違うかあ、こっちが川です。で、これはリトラクタブルハードトップって、今みたいに、ね、ボタン一つで上げ閉めができると。かっこいいでしょ。かっこいいですね。めぐみちゃんは自分で車は。最近は全然運転しないですね。家の車はあるでしょ。はい、家の車ありますよ。家の車は何。ベンツの SL500 です。ロードスター置いといて、ノーマルの4台の比較インプレッションからいきたいんですけども、はい、見た感じで好きなのはどれ？これ大切ですよ。そうですね、どれがいいかな。全部かっこいいけど。本当にそう思ってんのか。思ってますよ、 SL のくせに。そんなことないですよ。あ、でもホンダのこれ、はい、これかわいいですね。2番は？2番はマツダのこれかな。デミオ。はい。3番。これかな。コルト。はい。彼スイフト王子っていう名前なの知ってる？あ、ちょっとスイフトすごいかっこいいです。でしょ。もうとりあえずね、今ね、サーキット走らせてみたんですけども、はい、一番速いのがコルト。49秒112。でもこれはやっぱりレブの取材で使ってるやつなんで、LSD が入ってるとっていうちょっとね、チューニングしてある車なんで、まあプラス1秒と考えといて50秒フラットぐらいと、はい、でそれで2番目がスイフト50秒84で、3番目がデミオ51秒956で、4番目がフィット、一番遅かったよ。ああ、大悟さん。という話なんですけど、スポルトライトの企画としては、はい、やっぱりチューニングカーです。はい、ですから、ベース車はこういう実力なんだけど、チューニングするとどうなるかと。そうですね。いうところで、じゃーん、はい、突然わ、一瞬のうちに足踏まないでね。チューニングカーに変わりました。はい、変身しました。また全然違いますね。雰囲気変わるよね。はい。この中で一番好きなのは同じ？ま、全然なんか別の車みたいに感じちゃいますね。うん、一番好きなのはどれかな。でもこの赤いの好きですね。ここでもやっぱりスイフトは言わないのね。あくまで。いや、ね、フィット。スイフトはとってもかっこいいですよ。はい、フィットで。フィット、そうですね。あとは、これも見た目がすごい可愛くって。うん、好きですね。もう厳正なる評価にならなくなったんで、まあ、この辺にしておいて。はい、で、メインの比較としてはこのチューンドカーが、はい、まあ、どのぐらいのコストで、どのぐらい速くなったのか、どのぐらいかっこよくなったのかっていうところを比べてみたいと思います。はい、はい、オートクラフト京都の頼石さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずデミオの魅力っていうのはどんなところですか？そうですね、まあ、乗りやすい、コンパクトならではの、まあ、乗りやすさと、まあ、コーナリングでの快適性っていうところですね、はい。あとデミオの強みとしてはライバルに比べて、はい、やっぱり軽いところですかね。あ、そうですね、はい。逆に弱いところは CT ならパワーがない、パワーがないっていうのと、はい、あと気になるのはやっぱりブレーキがすごい小さいよね。あ、そうですね、はい。で後ろに至ってはドラムブレーキ。あ、そうですね。その辺っていうのはそれほど軽さでカバー。そうですね。どう？すごいかっこいいですね。なんかこの辺もピカピカで。この辺ピカピカなのはこれデミオと関係ないから。あ、そうなんですか。でもあれだよね、このデミオの、かっこよさっていうのはあるよね。その一番なんかそのファミリーっぽさっぽくないっていう良さっていうのはあると思います。だからね、雰囲気としてはすごいスポーティー。そうですね、ただノーマルで乗るとなんか華奢な感じがとっても感じるんで、それがチューニングでどのぐらい良くなってるかと、その辺が注目です。クリアラップです。やっぱり当然ね、アームとかボディが変わってるわけじゃないんで、若干そのデミオらしいその華奢さっていうのはやっぱり同じようにあるんですけど、でも力強さがなかったところが出てきたんで、その辺は良くなった、スポーツらしくなったね。こういう風に切ってちゃダメなんで、ちゃんと止めてから曲げなしていけない。はい、はい、ミノルインターナショナルの田中さんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。向こうばかり向いてない。あ、すいません。かっこいい彼氏とお金持ってる彼氏どっちが好きですか？両方あった方がいいですね。じゃあ おいさん。僕お金持ってないんで。で、この、はい、まずはスイフトの魅力、はい、スイフトの魅力っていうか、はい、この車実はかなり商売ベースではなくてですね、うん、僕はかなりコンパクト好きでして、うん、ビッツも持ってますし、フィットも持ってますし、でスイフトも買って、まあ、乗ってたら、通勤で毎日乗ってたらなんかやりたくなっちゃって、なんか、はい、なんかこの今回いるライバルに対して、はい、そのやっぱりスイフトの魅力ってこういうとこだっていうのは、スイフトの魅力一番大きなのはね、ノーマルでもものそのままサーキットに持ってきて走れちゃうぐらい、うんうんうん、まあベースがしっかりしてるんで、はい、とあとは壊れない、うん、何やっても壊れないんで、まああとはもうちょっと気になるところを、まあ、パーツやろうかなと。なるほど。この車だってエンジンがはいインチキだって噂を聞いたんだけど、エンジンはインチキですね。1709cc かな。あ、見た目は別に、そうですそうです、まあ何も変わらないですね。え、1700になってるの？1700ですね。 1700cc はダメなんじゃないか。セーフ。スイフト王子チューニングは OK です。 OK だそうです、はい、エンジンは、よくレース界の方がご存じな、ワンメイクの芹沢さんっていう、はいはいはい、モミダトヨタとか FCJ とかやってる人がに、全部やってもらったんで、はい、なるほど。この車はボンネットがカーボンなんですね。そうなんですよ、はい、軽いよ。いいところに目をつけたね。そうなんですよ。これにすることによってだいぶ違いますか？これだいぶ違う。一回閉めてごらん。軽い。じゃあこれ上からこれバンド落とすの。いた！いやー、怖い。びっくりしたじゃないですか。あとすごく気になったのが、はい、車の向こう側の運転席側の窓なんですけど、あ、いいとこ見ますね。いいとこに気がついてます、ね、他の車では見たことないデザインですよね。サーキットでは窓を閉めなきゃいけないっていうルールになってるんですよ。
でエアコンがみんな切って走るんでなんか暑いのね、すごくすごく暑がりなんで、これをつけるとビュービュー風が入ってくるんですけど、でサーキットでそこが終わると、はい、窓をこう開けてですね、これをポコって外せばそのまま外れるんだ、はい、すごい。でバネはバネハイバゴです。ハイバゴですね、間違いなく。特にリアなんかはハイバゴに異形のやつを巻いてもらいました。へえ、彼らもだん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 僕の言うこと聞いてくれるようになってきて、なんか売るほどハイバゴ持ってるらしいんで、はい、ありますよ、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、はい、はい、おお壁入ってくるよ、マッチリこれいいよね。最近あの窓にやたらに厳しいサーキット多いから、でまあ実際にね、窓は閉めてないと危ない場合が多いんで、あブレーキのタッチもいいね、結構ミューがソフトなタッチでしっかりミューが出てくるタイプ。からターンインのつながりがすごい綺麗、立ち上がりまでも足がよく動いてる。トラクションもいいな。走りやすいよ。はい、ノブレッセの久保田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじゃあフィットの魅力っていうところから。フィットってなんかノーマルカーで比べると、はい、一番家庭臭いんだけど。あそうですね、まあ、フィットっていうとどうしてもエコカーっていうか、はい、燃費車っていうか、うんうん、そういうイメージが強いんですけど、はい、確かにでもその分生かして室内がめちゃくちゃ広いんですよね、はいはいはい、多分コンパクトカーの中で一番広いんじゃないかなっていう、ね、うんうん、で窓ガラスもすごく大きいんで、はい、運転で しててすごく開放感ありますし、はいはいはい、あとまあ荷物が乗るいうことは、うん、スポーツで行くと例えばタイヤとか工具とか、まあ、いっぱい詰めちゃうんですよね。そういう部分ではすごくいいですね。あ、はい、あとね俺ねここはちょっと気に入った。あここはボンネット純正のこういうラインになってるんですけど、それに合わせてグリルをこういうつながりを持たせた、ね、ホンダがパクりそうなぐらいよくできてるよ。この前ベンツの SLR ってマクラーレン、はい、あります。あれも F1 が中に入ってるみたいなのがあってじゃん。 F1 の先端のノーズみたいな感じです。雰囲気が似てますよね。 F1 もそこのノーズここに赤エンブレムが入ってるんですよね。はい、ピットにタイプ R がないんですよね、うん、多分あればみんな買うと思うんですけど、じゃあ代わりにタイプ R 作ったろっていう。そうなんですよ、ね、自分でこうチューニングしてそれで自分流のタイプ R を作ろうってみんなやってるんですよね。なるほど。だから決してこれは間違ってはないと思います僕は。はい、どうかっこいいと思います。なんかフィットでもなんかすごくスタイリッシュで顔が鋭いですよね、うん、この辺も黒く塗ってると思うんですよ。あと羽もかっこいいよね。なんかこれつくだけで、てかこれつけないとやっぱりご家庭っぽいんだけど、あると全部違うね。そうですね、すごいかっこいいくなりますね。エンジンとかは、はい、エンジンは何も触ってないんですけど、うん、吸気と排気とでラストステーションっていうパワーボックスっていう、うん、エアクリーナーついてるんですけど、普通のエアクリーナーと違ってちょっとボックスが容量があるボックスチャンバー形状になってて、はいはい、ここの容量も結構大きく取ってることでトルクが出るっていうことで結構フィットユーザーさんではすごく人気の。基本的に赤好き。あ赤黒が。
構ブレーキの動力が必要だな、この車は。大丈夫かな。車がなんか大きいなって感じするね、この車はね。トレッドが広い、ホイールベースも長い。車の四隅でしっかり踏ん張ってる感じがする。じゃ一番あるな。それもともと車の持って生まれたところなんで、それを生かすチューニングをするべきでしょうね。なんかすごい綺麗に入るね、この車ね。はい、こちら YR アドバンスの山下さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなり僕のこと無視してました、ね、みんなそうなんだよね。じゃあとりあえずこの車の、はい、魅力、まずターボですね、はい、1.5 でターボがついてる、コンパクトカーで今ターボがついてるのがね、なかなかないんで、そう、それは一つ、昔あったのにね、そう、昔はね、たくさんあったんですけど、一つそれが一番た、うん、楽しみでしょうかね。やっぱりパワーアップしやすいという魅力ですね。そう、しやすいですよね、うん、あとは普通のコルトと違って、うん、フェンダーとかこういうのが標準装備なんで、はいはいはい、見た目が違うっていうのがね、うん、バージョン R 買ったっていう楽しみが一つあるかと思いますよね。はい、逆になんかその苦手っていうか、ここやんないとノーマルだとダメなんだよなみたいなところ。そうですね、ターボなんでやっぱり急激にパワーが上がるんで、うん、サーキットとか走るには LSD がないと、もうホイールスピンしても面白くないという車ですね、はい、うん、あと例えば温度の問題とかは。そうですね、比較的大丈夫な車ですけど、うん、やっぱりパワー上げていくとオイルクーラーはちゃんと欲しいかなと。なるほど、はい。それより俺すごい気になったのがさ、はい、何ですか、このステッカーがちょっと同じ材質じゃない？そうです。目とあれキラキラです。はいはい、トラクションもしっかりあるし、つけてない。今ワーニングが、つきましたけども、でも温度的には110度いってないんで、これはワーニング設定がちょっと早すぎるっていうだけの問題で、えらいね、最近油温がポンと上がっちゃう車が多い中、だからターボカーってやっぱりどうしてもお金がかかるイメージがあるんだけど、こんな感じだったら全然大丈夫でしょう。で、結果的にね、レミオが、50秒9で、スイフトが48秒2、フィットが49秒3で、コルトが46秒9と。やっぱりね、コルトがナンバーワンで、46秒台優位と入った。早いですね。ね、それで2番手がスイフトで、はい、8秒2でしょ。で今度3番手がね、さっきはレミオだったんだけど、チューンド感になったらフィットが3番手に入りました、49秒369と。
で、それでデミオが見てるんだけど、まあ乗った感じでやっぱりデミオはその軽さとかがねすごい武器なんだけど、やっぱりリアがドラムブレーキだったりとか、そういうまあ普通にああいう本来のデミオの使い方のために、一番いい状態っていうのをねかなり作ってると。それに対してスイフトとかはね、もともとかなりスポーツカーにするっていう気分で作ってるんで、まあ、そこら辺が随分違うのと、それからあとは、各社のチューニングの度合いっていうのは随分違うんで、そこら辺も要チェックです。で師匠は何してたんですか？あんまりね出てこなかったんだけど、一応かけながら仕事はしてたんですよ、で一応ノーマルカーを一通り乗ってでインプレ取って、はい、あとこのチューニングしたやつも一通り乗せてもらって、どれ気に入った？このスイフトはねやっぱりいい、いいかな、はいはいはい、でそれはねなんでかっていうと、そのボディをもともとの車自体がすごいしっかりしてあって、うんうん、でそれをちゃんとね生かしてチューニングしてある感じがすごくしたのね、はいはい、金もかかってそうですねこれね。ああなるほどね、うん、あとフィットが意外とベースが何でもないのに、うん、チューニングするとやっぱりフィットは相当ハードなチューニングもなんか受け入れてくれそうな、ね、車としてのしっかり感っていうのがあるよね。第二世代というかね、フルモデルチェンジをして、うん、前のフィットは本当にお安く作ってたんだけど、うん、かなりねやっぱりお金をかけて、それは多分こういうスイフトだったり、あとスバルのインプレッサだったり、うんうん、ああいうなんか1500ぐらいのサイズでしっかり作った車っていうのが出てきて、ちょっとごまかしただけじゃうまく作れないぞっていうんで、結構真剣に作ったのかなっていう感じがします。こういうコメントができないと評論家にはなれない。勉強になりました。まあでもこのクラスって、まあ、タイム的にはちょっとも早くないんだけど、うんうん、アクセルを頑張って踏んで踏んで走るね面白さっていうのはあるよね、やっぱりねパワー使い切るっていうそのなんか、うん、身の丈の面白さ、うんうん、やっぱりね500馬力の車って別に乗れって言われたら乗れなくないんだけど、うんうん、全部使うんじゃなくて、その使えるところでこ うまく引き出していくっていうそのテクニックになっちゃうんだけど、これだともうありったけえいっていけるその面白さが、ね、うんうん、このストレートだって500馬力だとあっという間終わっちゃうけどね、この車だと意外と長いこと楽しめそうね。シフトアップをするときとかもちゃんとこうクラッチをつなぐ速さとか、はいはい、そういうのを気にしてあげると、それだけで少しタイムが速くなったり、うん、努力がちゃんとね実を結ぶんだよね。でそういうところにねこだわるんだよ。なるほど。でも500馬力の車乗ってると、なんかコーナー1個失敗しても、ああ失敗したって後にボンと踏むとビャーっていくから、なんか忘れちゃうんだよね、良かった気分になっちゃう。だからね、そこら辺でこういう車でコンパクトカーで頑張ってると、自然とドライビング上手くなるよね。絶対上手くなる、うん、だからあんまりコンパクトカーだからなんか小回りとかなんか違うテクニックとかそういうところに走らずに正攻法でやっていけば、もちろんこの車は速く走るし、あとは大きな車乗っても、そのまんま走れるようになるんで、まあ、そういう意味でも練習としてもねいいと思うし、あとねやっぱり金かかんないっていう、あ、そう、ランニングコストのねかからなさはやっぱりね、うん、格段に違う。オイル交換一つしても全然違うし、そうだよね、タイヤの、うん、あれ一本買い替えるのも違うしね、その分いっぱい走れるし、うん、というわけでこれからもスポレットライツをよろしく、よろしく、よろしくお願いします。さあお待ちかね、車載の報告です。まあ、この企画はね、はい、前回11月号で初めてやりましたけども、はい、そうですね、今回からも隠れたメイン企画としてやっていきます。レギュラー企画としてやっていきます。はい。はい、で、早速ですけども、はい、11月号で募集したスイフトおじさま宛てに、はい、ビデオが何本か来てた。何本も来たんですよ。その中の1本をまず紹介していきたいと思います。はいはい、まずですね、1本目なんですけれども、茨城県の稲川さんから、送ってきていただいた映像なんですけども、恵比寿西コースの車載映像ですね。これ E6 ですかね、はい、そうですね、 E6 のシーンですね。でね、これは、はい、まあ、結構一生懸命走り込んでる人なんだなっていうのは分かるんだけど、はい、ちょっと今回違うテーマで喋ってしまいます、はいはい、
車載カメラの取り付け方、そうですね、どうしてもねこの映像だと、まず取り付ける位置、まあ、EG6 みたいにリアウィンドが遠い車だったので、はい、この車ロールも入ってそのまま雰囲気あるんだけど、そうですね、真ん中にちょうどカメラつけてありますからね、で車高バーとかあるとすごい、はい、しっかりカメラ取り付けられる、なんだけどミラーの位置と、はい、ミラーの高さとカメラの、高さがほぼ同じになっちゃったと。ああ、それであれなんですね、ちょっと画面の真ん中にミラーが来てるから前が見にくいですね。そうそうそう、俺なんかもうこういうの映像よく見てさ、はい、本当に一番見たいところにさ、はい、花瓶が置いてあったりとかさ、なんでここにあるんだ、ここが見たいんだけどみたいなありますよね、はい、隠すためだったりするんだけど、うん、まあ、この場合は隠す必要はないので、はい、ミラーの高さに対して、はい、もうレンズの高さがもう、レンズ1個分でいいから下になると、うん、ちゃんとまっすぐが抜けるので、きちんと路面見える、ね、うん、だからこれだと前にいる車が見えなかったりとか、うん、ストレートだと一番道の先がミラーになったりとか、はい、そういう風になってしまうんでね、うん、そうですね、せっかくの映像撮ってるのにね、なんかちょっともったいないですよね、うん、でも車によってどうしてもね、そこから逃げられない場合っていうのね、うん、シートがあって、はい、普通に例えばミドシップですぐに窓で、そこにつけなきゃいけないんだけど、こっち側にはシートがあってここにしかつけれません、はい、でここにつけるとどうしてもミラーになっちゃいますとかいう場合っていうのは、うん、まあある程度低くするとか、うん、左側にずれられる場合だったら、高さ的にね、無理な場合はカメラを少しサイドから振ることによって、正面の抜けっていうのをね、うん、見えるようにしておくと。だからカメラをセッティングする際に前に道があるところ、要するに道に出した状態で、カメラをセッティングして、はい、その、道の先がちゃんと見えてるかとかね、そこら辺をチェックすると、セットはしやすいかなと。なるほどね。あとはね、細かいことをこの映像で言わないのはね、はい、ステアリングが見えないんだよね。だから車載カメラだと、はい、今の情報だと、うん、ライン取りだけしか見えない、うん、でここだけ見えるステアリングワークからすると、はい、もうちょっとハンドルをこう切る癖をつけた方がいいんじゃないかなと、うん、今はねチカチカチカって見えてるじゃん。あ、なるほど、ね、あとは、はい、妙な送りハンドルをしてしまってて、はい、ステアリングを持ち帰る回数が多くなると、はい、やっぱりステアリングフィールを感じにくいとかね、うん、それからあと、切っててまっすぐに、突然戻さなくちゃならない時ってあるじゃん、押し滑ったりとか、はい、その時に、どこがまっすぐなのか分かりにくい、こうやって切ってれば、うん、ここ戻せばよいじゃん、うん、でもこうやって切ってるとま、うん、っすぐになった時にこんななって、はい、車がうわってなった時にこの状態だと体も不安定になるから、はい、やっぱりあんまりそのちっちゃい送りハンドルってのは使わない方がいいよと、うん、っていうところがわかります、はい、で、もう一個、はい、これどなた、これは次の DC5 の映像ですね、はい、はい、これが確か、2人乗りですね、他を走ってるときなんかちょっと見覚えがあるエレメントのカラーリングなんですけど、あ、これはウェットでね、はい、同時走行で、はい、いや、追っかけてるというかコースインしたすぐで、はい、前に車がたくさんいてそれを、まあ、1台1台、安全に抜いていくという状態ですね。やっぱり前の車がどのぐらい余裕があってその後どうするのかなっていうのを見極めて、その車が絶対来そうもないタイミングでスッと行くっていうのがやっぱり安全な抜き方で、見えないところから抜いちゃいけない、まあ、そうですね、見えないところがあると前走ってる人も、うん、あれどっから来るんだろうとか、そういうのすごい怖いですよね。で特にこういうウェットだと余裕ないじゃん、みんな。そうですね、もう一生懸命走るんで、一生懸命ですよね、コースインしたばっかとかいうと余裕がないんで、はい、そこで、あんたはお前後ろ見てねえんだとか、そういう話とかできないんで、やっぱり予想定外っていうのがあっちゃいけない。要するに、まあ、普通来ねえよなってところで来ちゃっても、それに
対処できる余裕を持って導入させていけたらっていうお手本と、はい、これはなんか なるほど。ちょっと待ってね。これはね、はい、すいませんでした。あんまり行くことないんだけどね、はい、あのまさかこういう映像があの車載の方向に送ってあの来ていただけるとはあの考えもしませんでした。ちょっと僕らも驚きですね、うんうん、でもまあ余計な話だけど、こうやってあの冷静に、はい、あの砂場に出た時にはちょっとずつあのクラッチを見ると、はい、あの出れたりするぞっていう、で一発で出れない時は一発二発ってやって全然ダメだなって時は腹がついてるんで、まあ諦めなっていう話と、うん、そもそもその前になんで飛び出してしまったのかであのその言い訳ね、はい、まあ、飛び出しちゃったこと自体ももちろんドライビングミスでしかないんだけど、はい、なんでそういうミスがこんな起こったのと、うん、っていうのは前の一周した時に一回もオーバーステアのかけらも出てないんだよね。だいたいさその FF 系の車とでこういう路面だとそんなにさ、極端なことをしてなくても、はい、あのお尻が出やすい車っていうのは、うん、もうリアのグリップのなさそうな雰囲気がもう満ち溢れてるわけよ。うん、でこの車に関してはなかったわけ、はいはい、同乗走行とか言うと、はい、まあ限られた、1人2周とかね、せいぜい3周っていう中でどうにかね、いい走りを見せてあげようとしすぎた悪い例でしたというわけで、皆さんからあの募集を、はい、する車載の方法、はい、これからもあのどんどんやっていきたいと思いますの です、ね、はい、まあ、あんまりあの俺のはいいからで、車載の取り付け方とかあのそういうのはね、いろいろあのアドバイスすることもできるし、なるべくね DVD で送ってくれない方がいいです、やっぱり DVD だと画質がその時点でかなり圧縮されてしまうので画質が起こってしまうので、テープで撮った場合はその元のテープをダビングして、テープで送っていただくと。からあと、まあ、カードの場合もやっぱりその、まあ、加工してない状態で、送っていただけるとあのよりいい状態でねお見せできるんで、はい、そんな感じで送ってください、はい、であとはね、ヤマダ Z の、 あのプチバトルとか、そういう車載のね、いろんなパターンというのを今回も用意しましたので、そうですね、今回もてんこ盛りですからね、うん、今回はちゃんと一つずつ映像を選べるようにしましたので、はい、楽しんでください。これはねバトルオブレブの、はい、Z3 台のバトルの1台ずつの車載の山田 Z、はい、ノーカットです。これはたまたま、はい、スポーツ走行で、はい、3台で走らそうった時にたまたまストレートの始めのところで、3台並んでしまったので、なんか競争みたいな感じになってしまった、はい、はい、行っちゃえみたいな感じですね。おお、なんだよ三味線かよ。あれよ、頑張ってますよね。負けてるぞ。レグ当てすぎなんだよね。そう、なんかあのランプがピコピコピコついてるんですよね。そうです。でこのレグはまあシフトランプなんで、はい、全部ついてももちろんいいんだけど、はい、ストレートの加速で、はい、レグ当てるのはいかんね。
けれどね、はい、本当にねこの車は安定してるね。お尻がさ一切動かないでしょ。意外とラフなコントロールをするシーンがあっても、アンダーが出てもなかなか出ないよ。じゃあ車的にしっかりできてるんですよね。そうだね。やべ、シフトミスした、ごめん。また突っ込みますね、これまた。ちゃうよ。いただき。突っ込みすぎだ、松くん。富士のストレートとかと、どうしてもね、ありえないぐらい長いじゃん。そうですね。だって 1.5 キロですね。ありえないぐらい長くて、はい、あとスリップスリムについたりすると、予想以上にスピードが出てしまった。で、今まで俺は150m で間に合ってんだ。150の3番から絶対止まれるんだみたいなふうに考えると、例えばストレートが今日は追い風でした、ね、それでスリップにいいタイミングでついちゃいましたっていうと、平気でさ、いつもよりも10キロ出てましたから、全然速すぎるなんじゃないですかね。そうなるとやっぱり長男のブレーキそう間に合わないんだよね。説教だね。やっぱちょっとね、これはいくら車良くてもいかんだろうと。ちょっ と, いうことですよ、ね、王子山田と交代。わ、はい、かりました。じゃあちょっと張本人呼んできましょう。呼んできて。はい。怒られるの嫌いなんですけど来ました。自己紹介まずは。はい。自己紹介ですね。Z ファイターの山田です。もう Z ファイターです。はい、あのね。はい。車載を見てていくつか気になった点がありました、はいはい、おかしいですね、僕完璧だと思ってまず一つは、はい、VQ に抜かれたじゃん、はい、とかスリップに入られて前に出られたりとか横に並んでる時と変わんなかった、はい、あれの、半分以上の原因がリミッターに当ててる時間が長いちょはいはいはい、はい、大筋合ってます、うん、いや合ってますでもですね、初速で踏み始めた時に、うん、VQ がふって出たんですよ、うん、トルクが熱い分だけ、うん、それに思いっきりびっくりしてしまったんですね。で抜かれるはずはないと思ってて抜かれると、うん、ドライバーって初心者というかですねビギナーだと
やること忘れちゃったりするっていう。そうなんだよね。そうなんですよね。相手の方に気を取られすぎ。もう。よくあるけどね、俺なんかもね。もう、ああ、もうちょっと続けるとか、あ、ぼぼぼぼ、ああ、みたいなさ、いうのがあるんで、あくまでも自分の車を操るっていう、はい、まず、その仕事のね、うん、段取りがずっとあって、はい、プラスアルファ、他の人との差とかそういうところに行かなきゃいけないんで、そうですね。うん。そこは、冷静さを失ってはいけないところだよね。おっしゃる通りでございます。あと、はい、抜いた時に A コーナーで結構ポーンとかぶせてたじゃん。はいはい。でかぶせたイメージないでしょ。はい。山田はかなり、例えばこれ、まあ、どんなコーナーでもね、直角コーナーでも、もっと緩いコーナーでもいいんだけども、例えばこう行きますと、2コーナーありますと、この車に対して気を使って、はい、とかね、こいつ危ねえなっていう場合も同じだと思うんだけども、結果的になるべく離れて、この間がですか？うん。はい。ここの距離をさ、はい、結構開けようと思ってるでしょ。はい。で、ここを離れていった方が安全だっていうね、で、相手に対しても失礼がないというふうに、考えてると思うんですが、ブレーキングが始まると、やっぱり前に集中するじゃん。はい。だから後ろを見るっていうのは、このブレーキングポイントの前だと思うんだけど、この時点でここに間を空けてこう来てしまうと、この車のミラーから見える視界っていうのは角度は決まってますからね。こういうところしか視界がなくて、この車は視界から消えてしまうと、でどこにいるんだと、なるほど、っていうのは分かんなくなっちゃうんで、非常に危険ですよね。だからこの時に見てなかったら、だからこの時点で見てなかったら、もうこの車そもそもいないことになってしまうと、でしかもこのラインを行くと、はい、ね、ここでラインがクロスするよと。そうですね。でここを行くと、例えばここで同じ、50キロメーターアワーに、なっていたとしても、こう進んでる50キロとこっちに進んでる50キロだと、こっち向きになスピードを考えると全然、例えば曲がりきれなさそう、こっちに50キロ、はい、こっちに50キロ、同じスピードで走ってるんだけど、この車に対してこの車は止まってるのと一緒なんだよね。こっちに進んでないんだから。なるほどです。そういう大きなスピード差が起きてしまうんで、特にこういう危ないと、うん、危険が起きると。どうしてもやっぱり抜くとイン側に入らなきゃっていうような意識も働いちゃうんだなっていうのは、うんうんうん、でも結局ここから入ったらさ、モーナリングスピードはめちゃくちゃ落とさなきゃいけないわけじゃん。そうですね。だから、俺がみんなに勧めているのは、この車のミラーにから消えないように、ここではなくて、ここを走ってくださいと。だから、常に相手の、視界に入るように。で、相手が譲るか譲らないか分かんない時は、そこで例えばライトをつけてるとか、まあ、プレッシャーをかける時も一緒だけどね。なるほど。うん、なるべく視界から抜け、見えなくならないようにしながら、あとはラインも近いラインで行くと、うん、だからといってあんまり相手に怖い思いさせてしまってもいけないわけなんだけど、うん、そういうのを気をつけてた方が絶対パッと現れるよりはいいと、結果的に安全、うんうんうん、とにかくやっぱりアピールすることは大事なんですね。そうだね、うんうん、さあ、はい、それではサイリーマスクのインカです。映像です。はい。よかった。彼はですね、Z チャレンジ、まあ、今年から Z チャレンジになるレースの、うん、本当に一般の自分でマシンを作ってというドライバーの、うん、しかも、去年の第一戦のチャンピオンです。ああ、そうそう、はい、いや、頑張ったよね。彼はね、なんと、
D ライツのつくばスクールにも参加したことあるんですね。出ましたね。思い出すのに2時間ぐらいかかったよね。全然思い出してなかったじゃん。思い出したの。あ、そうなんですか。はい、なんか Z 終わりにちょっと汚い Z だなってあ、走り込んだ Z だなってね思った。はい、とっても早いんですよ。これミサイルの現場ですね。ミサイルですね、これはね。ごめんなさい。富士ではね、何回か避けてるよ、これ。それやっぱり嗅覚で。分からない。嗅覚でっていうか、昔ね、はい、俺グループ A で BMW に、富士のインターテックに乗ったことあるんだけど、M3。はい、その時に、外人ドライバーの1コーナーで僕は同じ M3 を1コーナーでターンインしたときにこう止まりきれずにガーンタイヤがパンクして、あ、マシンダメージ、うん、まあ、それ以来そういう危ないやつはチェックしとくぞみたいな。そうでね、やっぱりさ、やっぱそれは相手が悪いんだよ。ね、はい、今回も俺ハンドル切り込んでたらマスクがぶつかってきて、はい、マスクは、ね、そう、はい、もしくはハンドル切ってたらね、はい、でマスクはもう一生俺に言われる。そうですね。でマスクは一生俺に謝り続けるっていう話になるんだけど、ぶつけないことももちろん重要だけど、ぶつかられない自分で身を守るっていうのも重要なんで、必ずその怪しい車の場合は、はい、極力避けない。でもやっぱりね、そのミサイルに待つの、はい、あの1コーナーはジェットファイターよりかっこよく思えてきた。1コーナーのそのツッコミっていうのは、はい、もちろんそれは NG なんだけど、はい、彼は基本的に他のコーナーもやっぱり、
あのブレーキ番長なんだよ。そうなんですよ。で、1コーナーのあの映像の時みたいに別にオーバーランはしてないんだけど、はい、俺は、もうちょっとブレーキ楽に踏んでもいいんじゃないのっていうアドバイスをしました。それはやっぱりブレーキガーンといっちゃうと、はい、まず距離を合わせにくいし、うん、あと一番そのターンインの一番いいところでスッとブレーキ抜きながら車をインに、はい、ふっと向きを変えるっていうのがその時間がなくなっちゃうんですよ。やりにくいし、うん、そこで姿勢が変わりすぎるとそこからつんのめってると、はい、そこから単位にブレーキ緩めても行くまでにやっぱり時間がかかっちゃう、ね、うん、このまんま行かないようにこうしていく時間が必要なんですね、うんうんうん、で、それができなくなっちゃうんで、はい、すごい俺は全然あいつよりも 30m 奥で踏んでるぞ、うん、その瞬間にバーンって行くんだけど、はい、結局後でまた並ばれちゃったりとか、うん、それからあとあのいいラップが、はい、頭の3周だけで、あ、すごい後半垂れちゃって、はい、あの負けちゃうとか、うん、多分もうそういうことも、ね、マスクも今、うん、そうそうって言ってるんじゃないかと思うんですけどで あとはねやっぱりマイカーでやってるわけじゃん、はい、もうブレーキの持ちが全然違うから。あ、ブレーキの持ちってのは、まあ、パッドぐらいもね、あのパッドも減らすために変えてんだっていう人もいるかもしれないけど、はい、あのローターの温度とかも全然変わるんだよね、はい、うーん、だからあの耐久性は全体的に変わってくるし、さすが耐久、それはあの10周の中でもフィーリングが変わらないで、だからフィーリング変わっていっちゃうとさ、前後バランスも変わってきちゃうじゃん、はい、でタッチも変わっちゃうしコントロール性も悪くなるしっていうのがあるけども、うんうん、それをあの綺麗にドライビングしてるとタイヤの減り方もね、妙にあのガリガリ減ってこないんで、うん、全体がいい状態でラップタイムが維持できるし、はあ、それから、ラップタイム維持できるだけじゃなくて車を長持ちさせる、お金かからないよとっていうところにつながるんで、まあ、単純にお行儀よくしろよって言ってるわけじゃなくて、はい、速さのために、うん、あとそれからコストダウンのために、まあ、ダウンはできないけどね、コストを抑えるために、はい、とかそういういろんないいことがあるんで、綺麗なドライビングをしましょうと。次のステップはそこら辺になりそうです。はい、はい、アミューズ 34Z です、はい、予想外に早かったよね、これ運転してる感覚自体はそうでもないんだよねって言ってたんですけど、うん、外から見ると早いですよ、はい、まあ、実際ね、これマフラーとコンピューターと、はいはい、あと早い、そうですね、ブレーキなんかはそのまんまですけど、ね、うん、パッドは変えてるから V 級エンジンが結構頑張ったね。それで一番これ効いてるなみたいなものはあったんですか、それとも全体的に。いや、まあ富士だからね、そのね、富士で 33Z の V 級と HR、 今度高速コーナーリングセクションはどうでしょうか、ビューっていっちゃったんだから、もちろんその GT ウィングがついてないとエアロで武装してないっていうのは、はい、あの富士のストレートで加速って考えるとね、トラックになってないって可能性はあるかもしれない、少なくともその特に前半早かったし追いつかれた、で後半ってもしかしたらそのここはタイヤの差だな、タイの 33Z は、エアロのおかげで、はい、そんなに離れずについていく取れたんですね、はい、そうですね、うん、なんだけど、34Z 意外といい仕事をしててですね、うん、なんか重くて33みたいな風の差がないなって思ってる感じるんだけど、実は早かったよと。上りこっちの方が全然早いぞ。ちょろいですみんな。
さあ次。さあここからは全開。スリップなんか使わない。あ、使われてる。お、スリップについてても離れていくね。来たよ。おお、大丈夫か。止まれでは。止まれないでしょ、あんた。危ないね、君たち。打ち合わせましたよね。ないですよ。っていうかね、僕は分かってたんです。レースをやっぱり理解してたから、絶対ブレーキでやってくるなってのは分かってたんですけど、で、ちょっと見てようと思ったら、本当に行っちゃったんで、びっくりしました。山田はかなり、狙いすましてるに入ってた。お構いなしで入ってきました、今。で、ここでまた狙いすましたように、ゴルフとお友達になった。GT300 に引っかかったみたいな。そんなあのね、GT300 に引っかかった気分ってね、それ言い方悪いな。失速しました。みんなあれだよな、テレビ見てるとさ、GT300 トップまでバックマーカーとかやるやつ。ね、だから抜くときは今みたいな感じ。で、あれはさ、はい、もうミラーに映ってるでしょ。はい、でミラーに映ってて、それであとはブレーキがフルブレーキング、間違いなくフルブレーキングの区間で横に並んじゃうことね。いや、そうですね。ただ、僕らのレベルから言わせてもらうと、そこからボンってあんなに詰まるんだっていうのだけはびっくりしちゃいました。うんうん、思いっきり。入るとは思ってたんですけど。あれでも、そろそろブレーキ終わるぞっていうところで、やっと追いつくみたいな時は、俺はもう行かないから。そこで入っていくと、もう、相手が切り込んできちゃった時に避けられないんだよ、絶対。あー、前出れるか。だから、で、フルブレーキングの間っていうのは、逆に相手もレーンチェンジできないんだよ。なるほど。だから、なかなかね、こういう機会が最近なくなってきちゃったんだよ。寂しいの。でも Z 楽しいですよね。いや、 Z は楽しい。こんだけ一生に走れるのすごいなと思います。いいよ、ほんと。FR の楽しさし十分あるし、うん、あと安いのから高いのまでね。そうですね、うん、でね、これおまけ、はい、これは0秒48を出した時の車載すごい。でね、シンクロレブの働きをよく見てもらうために、はい、あ、足元外してるんですね。すごい。これ何もしてないんだよ、俺。すごい。本当に。やっぱこれはブレーキングに集中できるんですか。できる。不思議なことですね。それで重要なのは、ここでね、シンクロレブコントロールの、良さっていうのをもちろん見てもらうための映像ではあるんだけども、はい、今回タイヤやったじゃん、はい、でタイヤのコントロールっていうタイヤの特性っていうのを考える上でこの映像って結構分かりやすいんだけど、やっぱりブレーキをドーンとかけてないっていうのもあるけども、今度ブレーキを緩める時の緩め方っていうのが結構ポイントですね。緩めるのと同時にハンドルが切り込まれててるでしょ。そうですね。だからしてますね。で、今アクセルオンと、ハンドルの切り込みっていうのもアクセルオンして B コーナー右立ち上がって、はい、ハンドル切り込む時にアクセル緩むとかね。こういうところが最高にいいね。レブコントロールついてると。
アが撮りにくいっすね。すごいこれも宝映像ですね、うん、このワンアクション深さのが入んないものでブレーキングの一部始終が見えちゃう。そうだね、分かりやすくなるね。タイヤはあの縦に使うとか横に使うとかあるじゃん、はい、で縦に使う横に使うってそんなにねあの難しく考える必要なくて、はい、ブレーキングするときには、うん、あのとか加速するときには要するに前後方向に使うときには、うんまあ、縦に使うっていう話で、はい誰だってブレーキングするときには縦に使えるわけで、うん、で、横方向コーナリングのときは横方向でしょ、はい、で足してそれが100% で、止めながら、100% で止めながら 100% で曲がりますっていうのは、無理っていうかね、うん、ですね。あの足して 200% にはならないよと、うん、必ずあの100だったら100で止まるために50使ったら、曲がるためには50で 50% になって、70% 止まるために使ってたらあと 30% しか曲がるためには残ってませんよって。でなんで今 30% とかいう話をしたかっていうと、タイヤのグリップっていうのは、はい路面にタイヤをどのぐらいの力で押し付けてるかによって、グリップ力が変わると、はい、これがグリップ力だとしたら、はい加速してる時のフロントタイヤはこのぐらいのグリップ力しかなくて、はいでも普通にポンって置いてある時の加速も減速もしてない時のグリップ力っていうのはこのぐらいありますみたいなね、はいでもブレーキングしてるとこのぐらいに増えてますみたいな、ねはい、だから、しっかり、まあ、ダウンフォースがかかってると、これがそのまんまタイヤの、なるほど、ね、能力がドーンと大きくなってで曲がるために 50% 止まるために 50% って言ってもこの100どっちに対してもさ 100% がでかいからさ、使える分量ってのは多くなるんだけど、通常はそんなもんないんでだからブレーキングでボーンと大きくなりました、はいそれをブレーキ離すとちょっと縮んじゃうんだけど、はい、縮む前にっていうかなるべく大きいうちに曲がっていきましょうと。でも、ブレーキ離さないと曲がる力が発揮できません、はい、だからブレーキをふって緩めポンって緩めるとプシュってなくなっちゃうんで、そうならないようになんでプシュってなくなっちゃうかというと、車をギューッとブレーキングしてるときに、タイヤもギュッと縮んでるサスペンションも縮んでるでブッシュもぐわっと押さえつけられてる。それが全部押さえつけられてる時に反発力を発揮してるわけじゃないですか。でそれがポンって緩めると一気に解放されてポーンとふわっと浮いてしまうっていう状態でふわっと浮くとどうなるかっていうとタイヤのグリップがふっと小さくなってしまうと。でそこからハンドルを切ったって、曲がる力は発揮できないのでギューッと押さえつけてこの余韻が残ってるうちに来ちゃおうみたいなね、うん、そういうあのタイミングその連携操作で、例えばコーナリングの時もさっき富士の B コーナーでギューンと低速コーナー立ち上がりのアクセルで次に左に曲がる時に、左に切る時にちょっとやっぱアクセル戻してやると、うん、その加速でグッと、縮まったフロントのグリップを、ちょっとアクセル戻してやることによってまた大きくしてやると膨らましてやるとちょっとでこうなってでそうするとハンドル左に来た時に頭がふっと左に入るとっていうのがあの基本的なタイヤのね、特性をあの元にした使い方で、あとはハンドルを切る量ですね。量スリップアングルって言って、はい例えばこれ矢印だと思ってください。こっちにタイヤ進んでますと。で、切り込みますと。で、切り込むと向こうに進もうとするわけじゃん。はい、で、だん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 、進んでる方向がこうやって変わってくるんだけど、はい、で、ハンドルの通りに進む、曲がってきますみたいな状態なんだけど、その最初のズレっていうのがスリップアングルなんだけど、うん、そのスリップアングルが、
この辺だと思いっきり曲がる力を発揮しますと。でレーシングタイヤだとこの辺で思いっきり力を発揮しますと、でも、こっから先切っていくとそれ以上曲がりませんっていうか、もっと曲がらなくなっちゃうんだよね、だから、パキ切りとか、言ってパキーンってハンドル切りますと、まあ、こんなスピードじゃ、まあ、VGS だと切れるのかぐらいしかないと思うんだけど、パキーンって切ることによってスリップアングルが一気に大きくついちゃうと、もう全然ね、曲がる力を発揮できない。ここで大きな力を発揮してここで発揮しなくなってくる、で、こう切っていくとある程度のところからステアリング軽くなってフッと、なるほど、手応えがなくなり、それからギューッと画面がこう動いてたのにそこから画面が動かなくなってまっすぐアンダーステアになるとかね、テールスライドが起きてる時もギューッと粘ってるんだけどテールカウンターが大きくなってきたとこからはぁーっていっちゃうっていうのもやっぱりスリップアングルの問題だから、思い当たる節はいっぱいあります、あるでしょ、だからそのスリップアングルの問題とから荷重に対して、グリップサイズが変わるよっていう話とから前後、前後左右足して、まあ、前後足すことないんだけど、縦と横の、グリップをどう使い分けるかマネジメントするかっていうところが、タイヤの使い方としては非常に大切だよと、でタイヤの使い方イコール、ドライビングであって、そのドライビングっていうのはステアリングワークと、まあ、シフトも入るけども、ペダルワークであるよと。あるよと、でそれを突き詰めていくだけの話なんだよね、他にやることないんだから。でそこが大切だから、ドライビングモニターがあるんだよ。なるほどそこに来たかみたいな、プシプシプシみたいな、新しいの作ってるからねドライビングはもう本当タイヤの使い方ってのをよく考えて、操作をしていこうと、いうことでした。でした。さあこの車載は、この車載はプレス対抗4時間耐久レース、はい、エンジンチームの車載ですね。エンジンチームなんですか。予選でエンジンチームが、はい、レブチームをぶち切ったところの車載だ。これでこっち1位になれなかったんですよ呼んでくれなかったくせにすごいラップでしたね、これびっくりしました、タイム。うまくいったね。その理由は何なんですか。その理由はね、まあ、これを見てもらっても分かる通り、コースインして、たったの1周目なんですよ、計測1周目。で、計測1周目行った理由っていうのは、01は、RE11 っていうのは、新品じゃなくても、タイヤがそんなに簡単に熱くなってない状態から、まあ、冷めてる状態から、ポンといった時の1周目っていうのは意外とグリップいいぞ、意外とグリップいいぞっていうかね、ぐるぐる回ってる時よりもそこに新品一発行った時みたいなちょっと美味しいグリップがあるっていうのがまずベースにあって、今これ予選スタートしました。前がピストン西沢で、ちょっとさ一緒にアタックしようよ、だから前行ってねって言ってたわけ、彼はベストモータリングチームで出てて、で俺はコースインの時に、一発目で決めようと思ったから、すごいゆっくり走ってるでしょ。そうですね。でもなんでかっていうと、コースインしてからアタック計測1周目っていうのは、クリアを取りやすい、一番クリアを取りやすいタイミングだね。なるほどです。だから、ここで早く行っちゃうとアタック1周目計測が1周に入った時に、もたもた出てきた
ケツの方の車に引っかかっちゃう可能性があるから、だからといって後ろからね、早く行きたい人を止めるんじゃなくて、もうコースいっぱいでウェービングして止めちゃうとかね、言いましたね。そういうのは、はい、もちろんあっちゃいけないことなんだけども、はい、だから後ろを抑えるんじゃなくて、後ろの車たちのペースに合わせて走る。なるほど。でも今これ川倉編集長も塚本君が行きましたけど、行きました。でも彼はある程度のペースで走るっていうのは分かってるから、はい、ある程度開けちゃえば引っかかる心配はないわけ、はい、そうですね、うん、なるほど。っていうことで間を開けて、うん、こっからアクセル踏むとね、つくばっても全然大丈夫だね。最終コーナーの進路なんてもゆっくり行っちゃって、はい、で横 G を小さくして、加速を良くするっていうのもあって、1コーナーはちょっとねブレーキ余ったから途中でコントロールしたね。あとでスローで見てもらえば、はい、自分でやってね、それは、はい、で分かるんだけど、でヘアピン回って、とにかく予選一発打ったって、はい、やることは基本的には一緒で、ちゃんと止めて、ちゃんと曲がってから加速すると、はい、ピストンはあちこちでちょっとずつ、今のダンロップもそうだったけど、突っ込みすぎてるんで、いやここで、ね、追いついちゃったって思ってたらちょっとはみ出してたんだけどでも基本そういう風に前の人が速いと、うん、自分が詰まっちゃうことじゃないと。そう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 、ちょっとここは心配してるんだ。でここもやっぱり頑張りすぎてて、こうやってはーって外行っちゃって一緒に2台 で、うん、だから一気に追いついちゃう。でこの週これで出ちゃったみたいな。これだけで、これ以上やるつもりもなかったんだよね。あとは燃費を取ったりとかしなしてくれたって言って、まあ決まったから言えるだけの話なんだけどねでもそうやってまあ一番のポイントは、はい、クリアラップをうまく取るっていうところをね、はい、だからといって一周目に行ったってちんたらしてる人がいたりする。で別にそれはみんなの自由なんだから、うん、仕方ないんだけど、でもとにかく計測1周目ってのはクリアを取れる可能性のある週なんで、うん、それも前に並んでればの話なんだね。じゃあ前に並ぶことも重要。そうそうそう、で、うん、その時のチャンスを生かして、うん、その次にダメだったらまたやればいいけども、はい、うん、うまくいったら OK じゃん。そうですね、うん、締めくくりは、はい、サイバーエボスクワ山田選手ですね。激っぱやですからね、筑波54秒台で。おお。理由は、はい、なんとですね4月12日今年もですね、筑波でハイパーミーティングを開催いたします。はい、はい、まあ、ハイパーミーティングっていうのはですね、ランエボインプレッサーレガシー、そして、コルト、なんとですねさらに今年からスイフトが加わるんですよ。王子様のおかげですかまあ、このハイパーミーティングですね、チューニングカーがタイムアタックをしたりとか、あとはそのパドックの方で、いろんな、パーツメーカーさんだったりとかショップさんがいろんなブースを出展してですね、その現場で、パーツを買うことができるっていうですね、うん、すごく、お得なイベントになってます。いや、最近毎年知ってるけどさ、はい、
あのドリフトもすごいしさ、すごいんですよ。今年もチームオレンジがねまた来てくれますんで、ドリフトも見れます、うん、はい、あとはそのパドックがさ、はい、本当にあの楽しく賑わってるよね。そうですね、うん、もうだって朝8時の段階でつくまのパドックいっぱいいっぱいですからね。俺渋滞で遅刻しそうだった、はい、だからあの来るときはお早めに、はい、っていう感じですね。はい、スイフトはですね、なんとあのショップ対抗のですね、うん、ちょっとレースをですねスイフトワンメイクでやってみたいなと思ってますんで、もちろんレブ号も参加しますね。はい、楽しみにしてます。もちろんです期待してください。ファイターの